あ、ウーバーお願いします。え、じゃあ俺はいいって言ってるからええよ別に。うん、うん、米番並んで、俺んちは並んで、鳴った人一人も聞かん。うん、うん、え、一人の時家おらんもんだってこいつ。そもそも論おらんもん。別にこいつ一人で配信してるわけじゃないしさ。駐車場遠いで結構、まあまあ歩かなあかん。あ、厳密に言うと東道頓堀千住プラザやけど。うん、あ、そうそうそう、俺んとこはならんなら、俺がいいって言ってねえから俺んちの住所は。ええよ別に。いや消えてないで、昨日配信してたで。相沢、なんか相沢が言うにはなんか住所特定されるのに怯えてる。うん、うん、あそこ夜勤してた。いい、あちゃうわ、まなみちょ買ってきて、お金は出すから、お金は出すから買ってきて。あ、保険証ないって言ってたな昨日、俺もびっくりしたわ。もう別につつかんけどさ。はい、あ、ちゃうわ。いや俺んとこな、ありがたいことにカメラあんねん。あと100円ちょうだい。ない、もうええわ。これ2枚渡すから、うん、俺のブラックホット、ホット、何でもいい。あ、ごめん、アイスにして。やっぱりじゃアイスがいいわ俺的には。何でもいい。うん、ほんでセブンスターのボックス。え、違う、今いてんのは松山すじ。あ、みおちゃんありがとう。クレープ今から行く、今からレッツゲリロン。あ、無礼とマザース恐縮です。いや終わりはせんやろあの人。あ、無礼でもありがとうございます。そうそうそう、俺んとこカメラついてるから、うん、ほんまに変な人出入りしてたら、あの、なんかあった時にはそれ提出できるんで、提出してもらえるんで。え、そんな、え、ちゃうで、6万7000か8000やったぞ俺支払い。うん、ちゃうかった、うん、多分な、うん、いや、お菓子俺あんま好きじゃないからな。レッツゲリロンパ、あー忘れてた。あーあー、ちょっとスロッチ君1個ください。忘れてた、スロッチ君1個だけください。あ、無理やでマザース恐縮です。忘れてた、うん、後で言うから、後で言うから、説明はするから。お釣り、お釣り、なんかお釣り少なくない？まあいいか。え、お前お釣りパクったやろ？パクってないよ。ほんま？まあお前100円あるわ、よかった。いやいや、ちゃう、そらそうやろ。ああ、ここまだまっすぐ。そうそう、保険証まだ来えへん、わからんな。いやいや、ちゃう、自分の分のお茶も買ってるやん、うん、ありがとう。おう、ええよ。あ、村屋でマザース恐縮です。あが眩しい、こっち。ああ、ありがとう、メガホン3つパオン、マザース。あ、デーの人ありがとう、パオン、惜しい、しゃあ。いや、あかん、点滅してるからいかん、うんうん、いや、知らん、それなんなんだ。あ、特別さ、パオン、5個、ゴシ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 、あざーす。ハーの人ありがとう、惜しい。5回点滅した。保険証ないと自立支援受け、もうええやん、もういいじゃん相沢さんの話は、もう
もうええやん、堂々巡るだけやからさ。あ、特別さ、ここパオッコスコ、うるさいなインパクトの音、うん、あー10個ありがとうパオン、まなみちゃんへゴシ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 、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、あー、お久しぶりです、ありがとう、ちゃんと自分でつけときや、いや、ちょっとインパクトの音バカうるさかったな、ブイーン、バイク野郎を殴りたいってどこ、あ、バイクじゃないで、今のインパクトやで、ツールの音、小沢さん昨日配信してたで、うん、あ、アロエさんありがとう、あ、無理やで、また恐縮です、しゃあ、あ、これもう1位見えてきたな、やばいな、行くんちゃう、伝説の1位行くんちゃうか俺ら、あ、クラムちゃんありがとう、ついー、あ、ありがとうクラムちゃん、パオン今2位らしいぞ俺ら、うん、我らが王が2位やぞ、うん、ええこっちゃな、うん、おー、そやで2位やで、しかも僅差やからさ、もうどんどんくれたらいいで、相手はまなみちゃん可愛いやろ俺、パオン、あざす8個、ありがとう、もうちょっとで1位やぞ俺ら、あと20万ポイントあと20万ポイントで1位やぞ、いけるぞ、おお、ファンタの20倍で俺ら1位やぞファンタの20倍で1位やぞ俺ら、うん、いけるんちゃうか、うん、ひき肉です、うん、おファンタの20倍で1位やぞ、もう言ってて虚しくなってくる、あ、無理やと、まずあす恐縮です、うん、ああしど、あ、違う違う、20倍出ればいいから、うん、そう、1万6000でも1位になれる可能性あるかも、うん、いや、まあまあ、もうファンタの20倍出たらあれやろ、うん、ワンチャンあるやろ、10個の20倍とかでもだいぶ縮まるやん、うん、頑張ろうぜみんな、うん、どっちやったっけ、こっちか、事件目指してみーす、 あれ駐車場どこやったっけ、ここちゃうかったっけ、間違えてるね、あれ俺どこ止めたっけ、鬼山番手、まあせやで、サインまでに、ね、入ったらなんか運営さんがゴミ送ってくるらしい、うん、せやな、太ったな、まあ俺もやけどな、ぶられてまぜーす、まぜーす、金こじる配信者が見てる人に、だから見てる人が頑張らな無理やろ、うん、俺じゃなくて、うん、ちょっとだってゴミやん、そんないらんやん、ぶっちゃけ欲しいかって言われていらんもんな、うん、あれこの辺ちゃうかったっけ、俺車止めた、ちょっと俺どこ止めたか分からへん、車あれここじゃなかった、ちょっと待って戻らなあかん、こっちか、ちょっと待って、あー延長します、ちょっと待って、俺車どこ止めたか分からん、いや、どうせ駐車場1回出さなあかんから、あの24時間生産、うん、ちょ、俺って車どこ止めたか分かる？知ってるわけない、やんな、どうしよう、え、俺こないだ駐車場どこ止めたか見てた人おる？あ、ちょ、うん、マジ、いや、車どこ止めたか分からない、なんかこっちの方やったと思うねんけど、もうちょい向こう歩いてみようぜ、うん、いや、どれも光らん、鍵押した押した、じゃ、しかもここじゃないもん、なんか形は覚えてんもん、タイムズやったから、あ、じゃあね、いつも止めてるとこ満車満車やって、なんかちょっと遠いとこ止めたんやって、うん、ちょっと遠いとこで、なん
こ、あー見覚えある景色やな。もうちょい向こう行ってみよう。いやじゃあいつものとこちゃうねん。どこかわからん。車なくなった車なくなった。ちょっと いやでも そんな なんかややこしいとこではなかったから、この学校みたいなやつの裏かな。いや違う、俺いつも駐車場わからんくなんです。俺これ東京でも何回もやってるからな。車見つけるのに1時間かかったこととか全然あるからな。どうしよう。おー、いえ、じゃあでもどこ止めたかほんまに覚えてないです俺。誰か放送見てた人おる？あん時新岡さんおったよな。俺 車止めて隣がレクサスの LX やったん覚えてんねん。ほんまにタイムズ？おん、タイムズ。え、LX や、隣に止まってた LX は覚えてんねん、言うたら570。坂登った？いや、登ったんかな。いや、じゃあ駐車場自体は覚えてんねん。だどこ、その駐車場がどこにあるかを覚えてないねん。近くのタイムズググってくれへん？多分タイムズやった。ほんで24時間1200円のとこやってん。タイムズっていっぱいあんねんって。いや違う違う、酔っ払ってないよ。酔っ払ってない、運転してんねんか、シラフやって。あーなんかこんなマンションあったような気するわ。うん、やっぱ出た。ちょ、俺歩くん疲れたから一回休憩せえへん。いやもういいって。もうちょ、なんでやねんな。ちょ疲れた。もう帰んで。なんでやねんな。今まだクレープ行ってなかろうが。え、ちょほんまにどうしよう。どこやろ。もう一個向こうにあんのと。ああ絶対。あこっちは違う。だって入り口こっちじゃなかったもん。ああこれあれやんな、あのザの事務所やんな。これ通ったっけな俺。今だったらタイムズが1本。いやちょ待って、ザの事務所通ったっけ。ここ公安ペタペタバンク貼られてるビル左、これ左か。あこれとえ、あこれ、これタイムズ、これタイムズないやん。違う、これじゃない。じゃあこっちは、あれや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 、見つけた見つけた、絶対あれや、自信あるわ。いやじゃあ24時間一律やから別に上がらんねんけど、多分あれや。もうあのなんかロールスロイスみたいな車止まってたもん。いや多分こっちで合ってる。しゃ耐えた、バレ焦ったわ。開目検討もつかんかったけど、いや結構自信ある俺。いや合ってるから、俺結構自信あるから、これは強く自信ある。あそうか、一本こっちの筋やってんな。おう、じゃあ景色は覚えてんねん、なんとなく。で隣に止まってたのが LX570。 こいつおらんかったら1時間つかんかったわ、耐えたぜおう、うわマジで耐えた。いやだからいつもとちゃうとこ止めたらあかんねんって。 ありがとうまなみ、助かったわ。あれ、あ合ってるか、あったわ、よかった、マジで耐えた。ほらな、ロールスロイス止まってるやろ、覚えてんねん、覚えてんねんな、ロールスロイスあったやろ。あったわ、よかった耐えた、車あった。ほらな、あったやろ。乗ってていいよ、お金払ってくるわ。
見てたでしょ新岡さん、見てたでしょ。そうそう、ここが分からんくなったんですよ。実は K に決まってるやろ、レンタカーはやっぱ K やろ。で、48時間近く止めてるから、おそらく2400円で行けるはず。頼む。あー、よかった、耐えた。うわー、よかった。よかった、マジで。何？何が？これはもうちゃんと自分で払います。うん。よかった。でもこれがな、昼の3時過ぎたらめっちゃ高い。2日止めてこれは安いよな。まだ。現金。うん、K やで、江戸行くときも当たり前じゃん。もうここのレンタカー最高。ちょっと10円玉入るからさ。10円玉消費していこう。ちょっと待ってね、あと2000円いる。いや、そうなんですよ、自宅から遠いんですよ。ここ前止めてたとこより100円高くて、自宅よりと。でも空いてなかったらね、ここしか止めれないんでね。でここもちなみにもう満車なんでね、言うたらやっぱ安いとこはすぐ埋まるっすわ。なんで東京のこと江戸っていうの？いや、わからん、わからんすよ。昔から江戸やから。領収書ください。領収書ください。2日で2400円。1日24時間1200円ね。ここ安いやろ。あ、値段関係ないで、平日で。あ、そうか、今日は祝日やから満車ってことか。月決めの駐車場だっていらんやん。あの、俺車所有してないし、はあ、いらんじゃん。下手したら1週間っていう単位で借りる時もあるからさ、レンタカー。ちょ、マリアやめて。マリアやめて。ちょ一瞬持ってくれへん、マリアさん。はい、携帯の上に置くんやめてくれ。あ、すいません、マリア持ってくれ。ちょっと、あれ車の鍵どっか行った？で、あるわ、びっくりした。暑い、暖房なってる。暖房いらない。暖房なってる。切れてる、切れてる。じゃ、冷房つけてってこと？冷房はいらんやろ。ちょっとだけつけて。やばいって、窓開けた方がいいって。あ、クローゼットさん、おはよう。うるさいやん、窓開けたら。先出さなか。ちょっと待って、ほんで。あ、おはよう、235号ちゃん。チュワン、おはよう。あ、くつみがきちゃんもおはよう。キラコメって何？わからん。キラーコメント？あ、プルッチ、おはよう。あ、そうか、俺速度制限食らってんのな。うん、歩いたから暑いな。暑いな。タバコ用意したい。なんで叫んでたんって聞かれてんで。どういうこと？誰か？誰か叫んだっけ？叫んだっけ？あ、マネミか、うん、やばかってん。何叫んでたん？どういうこと？いや、山田はもう黙って運転してて。あ、はい、はい。助手席がこんなんなっててん、やばない？汚すぎるよな。うん、これで叫んだ。やばいやろ。まあ、レンタカーなんでね。どうせ最終的に全部きれいにゴミまとめて捨てる。叫ぶやろ、これはな。叫ぶほどのことじゃなかろう。あれ、玉作りってどっちかに行くんだっけ？配信始める予定は特に今んとこはない。あります。徳明さん、ありがとう。じゃあ始めます。今からこれ切って自分の配信つけます。お前、グーで顔殴るぞ。あ、ムライト曲がす。乗る側は嫌や、クローゼットさ。玉作り行こうと思ったら。乗られへんしな。どっちだっけ、長堀通りに行かなあかんねん。長堀行こうと思ったら。お願いします。ごめんなさい、嘘です。長堀行こうと思ったら、これ左やな。左やな。うん、左だね。合ってるわ。熱い。わかりました。
プルッチ前プルッチに色恋すんのしてないし。あ、おはよう245ちゃん、色恋なんかしてないし。いや、そんなことないよ。すぐピキるから配信向いてないよ。無理やな、お前アンチコメント耐性ゼロやもんな。いやでもさ、まなみの配信だったらさ、うん、アンチコメントブロックすればいいだけやろ。あ、まあでもそんなんしたらお前閲覧取られへんねん。え、閲覧取られへん。別に俺閲覧ちっちゃうもん。配信者やったら閲覧追いかけんかい。山田のどこが好きで付き合った。いや分からん、なんかノリ付き合ったのピキマナです。そう、すぐ怒るから。配信者なら閲覧追いかけんかい。男ってシャボン玉って言ってみて。それあれやん、吉本新喜劇。なんなんそれ、知らん。吉本新喜劇知らん、男なんてシャボン玉知らんの。知らん、えぐいな、それ知らん。誰が米消したか分からへん。よいしょ、ありがとう245号ちゃん。喧嘩配信も多いけど、そうやな。まなみからした山田なんて、まあ正直おっさんやけど、でもまなみおっさんが好きやねん結構。そんなん言って全国のおっさんに夢与えんだよ。いや結構ガチで、うん、おっさんが好きやねん。そうやって色恋すんな。いやパレード行くらしいで。行くんやろ。え、うん、行こうと思ってる今のところは。なんで笑うん、むにゃ、むにゃえりちゃん、うん、私も知らん。男ってシャボン玉ってな、知らんよな。え、マジで言ってんの。13歳さ、見たことないんや。玉代さん知らんねや。憧れっていうか、なんかな、なんか同い年の男の人、なんか男として見れへんねん。おっさんに夢。いやいや、ちゃうねん、ガチやねん。はいはい、そうやってお前さ。え、プルッチ何歳？ おっさん勢からアイテム引っ張ろうとすんの。違います。細いぞやり方。あ、ファザコンどうやろう。そう、おっさんの。あかん、ここ無理や、間違えた。これ商店街突っ込んでまうわ。え、プルッチ47な。せやで。あ、でも若く見えんな。そうなんや、我々のパパハゲ散らかしてるからさ。え、そうなの、前のさんハゲなの、うん、パパハゲ散らかしてるからさ、それをさ、あのベースで考えたらなんか若く見える。あ、俺が。あ、そらそやろ。我々のおばはんも好き。いや、おばはん嫌い。やめろや、お前。山田のこと見てる主婦層にお前喧嘩売るなよ。嘘です。やめろ。山田イケメン、やめろやお前。山田くん三ズ初い。牧内助けへん、前のみや。お前牧内嫌いやもんな。嫌いとかないけど、誰がデコに。なんで助けなあかんのか分からん。そうやぞ、おばちゃんへこますね。そうです。お前しかもそのおばちゃんからさ、マフラーもらったりとかしてんのにさ。しかも、あ、じゃ、優しい、おばちゃんは好きです。優しいおばちゃんは好きです。でもなんか怖いおばちゃんは嫌いです。怖いもん。あ、クワツさん、おばじゃない。あ、おばじゃないんや。おばじゃない。俺はまなみちゃん助けたるから、山田と早く別れろ。別れんくても助けてよ。あ、りえちゃんおはよう。こんにちは。おばさん、おばさんってな、こ、怖いのと優しいのとな、差が激しいね、マジで。あ、萌えかちゃんおはよう。出た、萌えか丸。林会長のこと俺のおじいちゃんって言い腐った。おじいちゃん。私からしたらまなみちゃん、まなみさんも含めてほとんどがおばちゃん。おばちゃん好きよ。あ、そういうこと。マネもおばさんってことか。あ、ごめん127号ちゃん、おばの質について語ったらマネミアンチが安らかやめとく。うん。あ、こんにちは。怖い若い子苦手もわかる。マネミだからおばちゃんに結構嫌われることもある。なんか口悪いから。うん。何歳からおばちゃんなお前の中で。いや、何歳やろ、わからん。見た目が、見た目がとか言うたんだよ。そう、優しいおばちゃん好き、うん、いや、関西のおばさんは別にそんな、あの、優しいで結構、あの、言葉強いけど、そんななんか中身ぐさって刺さるような嫌なことは言わへん。
まなみさ結構なぐさって言われるよりなんか遠回しに言われる方が嫌い、イライラする。そう、アメちゃんくれる。いけねえ。行こうか。よいしょ。あ、25以上はもうおば？じゃあマネもおばや。あ、わかる。15ちゃん、スーパーで働いてるおば結構うざいやつ多い。マネミライフでさ、惣菜で働いててんけどさ、おつぼねババアがうざかったよ。マネミ25です。そう、はっきり言ってほしい。なんか遠回しにさ、なんか向こうからしてもクソガキやと思ってるけどな、多分。いや、もちろんな。ブリッジおるよ。ブリッジでも彼女おるらしいから。レジじゃないで、クローゼット惣菜。なおつぼね系嫌やんな。いや、なんかさ、飛ばし嫌やんな、みさちゃん。結構さ、自分で言うのもなんやけど、あ、揚げ物なんや。マネミんとこはな、結構な、ルーティーンやったで。今日はこれみたいな。ルーティーンって何？いや、だから今日は天ぷらとか、今日は弁当みたいな。 それをルーティーンって言わんで。え、なんて？何がルーティーンなの？もう知らん言葉使うのやめて。ブルッチ、彼女いいひんの？ブルッチ、なんか色恋すんなって。あ、三広さん、ひでママ助けに行ってるから。あ、ローテーション、ごめんなさい。え、太ってない。ルーティーンかな。何はルーティーンって言ったんやろ。惜しいよ。惜しい。ありがとう。168号。惜しいよな。うん、そう、天ぷらとか、あのお弁当とか、あと巻物とか。10分ぐらいで着くかな。な、山田、うん、黙っといてくれへん。うん。うん、そう。惜しいやろ。山田、うるさい。なんか。萌香ちゃん、あ、そっか。あ、そうや。配信回ってたから、結構な人が見せられへんかった。まだ東京行った時遊んでください。うん、お土産入れてる。マネミって口臭ない？でも、あのニンニク食べる率多いから、ニンニク食べた後とか臭い。あ、そうなん？ブルッチ。でもブルッチ今彼女いい日だし。いや、細くはない、どう考えても。ありがとう。そう、惣菜おばさん怖かった、めっちゃ。で、自分で言うのもなんけどさ、それなりに仕事できたからさ、余計さ、なんかめっちゃキレられた、ババアに。まなみちゃん配信するなら聞きに行きたいな。山田的にどこ、またするかもせえへんから、またした時お願いします。すすめはやっぱ家賃安いを取るんやったら大阪市内じゃなくて南じゃない方がいいかな。だから、あー、ポルさん20倍、あー、スパーズ、ウェイ、やば、20倍パー、うん、ありがとうございます。すごい、セブン、あらす、1個でいきなり出したな、持ってますね、うん、やばい、うん、じゃ自分で言う、まなみかわいいやろ、仕事できるとかさ、うん、持ってる、ポルさん持ってんな、うん、あ、万代の野菜売り場、え、まね、万代のさ、あのお魚コーナーのおばさんうざかったわ、そういえば。あ、え、お前ネイリストになんねんな。まれにネイリストを目指して勉強する。本買いに行くわ。今度はネイリストになるらしい。うん、本買って資格取る。いや、ほんま頑張る。配信、いや、え、学校は行かへん。え、じゃ、独断で勉強できひんの、ネイリストって。免許よりさっき。あ、おはようございます、匿名さん、おはよう。あ、おはようございます。レスラーになるってなんなん。そう、ネイラー、レスラーじゃなくてネイラーになる。ネイラーする。
え、でもあれやろ、別に稼ぎたいとかじゃないねやろ。え、うん、暇やから、なんか、なんか学びたいな、みたいな、うん。暇やから。でさ、なんかちょっと自分やってさ、ちょっと調子乗ってる感じでやりたいなって。うん、趣味やろ。うん、趣味。趣味の延長線上でできたら面白いな。器用ではないや。いや、めっちゃ不器用。うん、器用じゃないの。暇やから。いや、あ、アンチおばさんは来ないでほしい。仲良くしてくれる人はやるけど。あーって、ありがとう、パオ、ありがとう、ありがとうございます。そうやろ、今な、爪の育成頑張ってるねん、私、メス。実用的な資格って例えばどんなん？ファイナンシャルプランナーとか。何のファイナンシャルプランナーって？FP。どんなんパソコン？もうええわ。あと社会保険労務士とか。なんかさ、こう偉そうにさ、なんかこう何わかる？俺何でも知ってますよみたいな、ちょっと難しめな言っといたろみたいなさ、そういうとこ鬱陶しいよな。難しくないけど。山田のどこが好きなのか素朴な疑問。いや、依存です。依存です。これは。私も今 FP 取ったらよかった。そうな、難しいけどな。 FP って何かまず知らんねんけど、洗脳です。それっぽいことをそれっぽく言う天才。そうやろ、腹立つね。なんか何に腹立たれてんの、うん、なんかこう偉そうに言ってくる感じ。年いってる好きなら、あ、介護無理です。あ、良い午後パオン、ありがとう。あー、兄の人ありがとうございます。パオン、愛、愛じゃなくて情でいてるだけ。よし、到着。そうなんかな、情感。要するに詐欺師、夜の営みがうまいから。いや、うまくないよ。うまいや、依存です。うますぎるやろ。うまくないです、全然。美容師無理やな。人の髪とか怖い。なんか一発ややん、これ。怖いやん。一発ややん。こう切っちゃってさ。お前ミスってこんなん切っちゃって。それじゃないんですとか言われたらさ。無理やん。俺が美容師なのかな？カリスマ美容師に。はい、到着。毎日してないよ。3ヶ月前ぐらい。2日前やろ。そっちか。いや、3ヶ月前。そっちかな。3ヶ月前。2日前やろ。2日前、うん、してないねんけど。でも、え、抜き出しすんねんよって言って頭叩いてたよ。よいしょ、こう。はい、もう嘘ついてます、こっちが。よいしょ。黙れよな。え、抜き出しすんねんよって。そんなん言ってないし。やってないし。怖いねんけど。はいはい。はいはい、山田役や。行こうか。山田、キモいよな、こういうこと言っちゃう感じ。よし、行こうか。よし、俺持とうか。頑張る、273号ちゃん。でよ、持つわ、ディドリボ、うん、行こうか。いや、俺って手先器用やからさ、美容師とか向いてそう。妻 A 番だったけど山田唯一の友達。いや、ほんまな。でもツイキャスつけてあいつの家行ったろうぜ、江戸行った時は。うん、豚小屋掃除しに行こうぜ。よいしょ。何してるん。行くぞ。うん、はい、頑張ります。うんこ食い。な、どこやったっけ。あ、ごめん、あっちやわ多分。ツナ TikTok でやってるらしい。ピグも A 番やで。もう完璧に A 番で、理由が 01 への殺害予告で、それにもさすがに01が腹立てて騒いで一斉通報 A 番。まあ、お疲れ様やったね。お疲れ様。もうえぐい鳩飛んだで、あのツナの殺害予告の時。あ、入院か、ひでママな。あ、早く回復してね、元気になってまた配信一緒にしましょう。誰？ひでママ。あ、入院したんや。うん、でも入院した方がええわ、あんだけ具合悪かったら。うん、今日電話かけた時やばかったもん、ひでママ。
えぐかったで。あれはほんま入院した方がいい。ああ、うん、しんどそうやったもん。ああ、こっち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 。なんなんここ、ここにあんねん、クレープ。ちょっと暗なったな。ちゃんと握ってて。何、何がギュッてやん。着きました。ここ、ここ、めっちゃ近いやん。せやで、うまいで。ここのクレープうまいで。あ、こんにちは。僕、バター&シュガーです。はい、これ僕2枚でお願いします。はい、見てこれ、やばない？ 130 円えぐいやろ。すいません、うん、やろう。はい、うわ、これも美味しそうや。うん、横のベンチで食う。いや、ここめっちゃ安くていいね。170円しなかった。あ、ごめん、130円やったわ。安なってる。これでもなんか値段上がったっすよね。いや、値段はもっと200円、200円やって、200円で安くなってる。そういうことらしいわ。うん、まあ、ぜひこぞ2、3年前まで100円で宣伝しときますね。はい、宣伝しておきますね、大将。これもうやばいで、行列できるで、俺のせいで。え、待って、うん、なんかいっぱい種類あるやん。あ、そうやで、めっちゃあんねん、種類、やばいで。そう、種類もえぐいねん、ここ。そうそう、しかもさ、安い、うん、そうやで、うん、コロッケとかあるやん。で、しかもうまいねん、うん。ここ玉造りの商店街入ってきたところにあります。あ、そうそう、値段全部知ってる人、うん、よかったな、まなみ。うん、そう、これだけ異常やね、うん。え、でもさ、うん、普通のクレープでもさ390円。あ、マジ。あ、バター&シュガー、やっぱり皆さんすいません、赤字です。売れたら赤字になるらしいこれやめてください。あ、県民賞で。そう、ここ俺行きつけやねん。ああ、売れたら赤字なんで。売れたら赤字です、うん。あ、ほんまだ、テレビや。山田、うん、いや知ってるよ、うん、テレビで載ってるやん。いや、俺はバラ&シュガー、すいません。俺はこれ2枚食うんすよ、いつも。お、多い時5枚食います。あ、はい、一緒で、お会計は。これも食べた。いや、自分で言うや。いや、肉も食べられへん。あ、そうね。もっと自分で来たらいいや。うん。うん、うまうまうまい、ここ。730円。じゃあ、1000円と、お前30円ある？ない。なんでやねん。なんで30円ないねん。ない。なんでないねん。だって山田にさっき20円払ったもん。ちょっと持って、一瞬。うん、ほんま、さあ、これ食べたい。これピザハムチーズ食べたい。いや、でも2個食べられへん。1020円からで食べられへん。な、絶対美味しいよな、ピザハムチーズ。うん、それ絶対うまいよな、食べたい。ねえ、200円ってバリ安い。ねえ、やろう、みんな来たくなったやろ。どう、これ魅力的やろ、うん。もう俺すぐ飛びついたもん。二度見したからね。20円しかないで、山田。1020円。え、1030円ってよかった。30円って言ってた。あ、30円。お前10円ない。ない。もう一回見てや、財布。ないもん。じゃいいか、見るだけ見てや。じゃあ見て。じゃ一回10円見てて。店主困るから。見るだけ見て。あ、じゃ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 あ、出すす、出すす。ないねんって。見てみよ。ないって。ご小銭入れ見ろや。ない、え、絶対あったやろ。ほら、出せて10円ぐらい。はい、10円あった。はい、ありました。な、10円ぐらいバリケチやん。いや、お前やろ、10円ぐらいスッと出さへん、お前アホな。いいか。あ、こんにちは、太郎くん、風船ありがとう。
300円返してってお釣り折れのやろうが。あ、ちょお前ほんまな、お前ほんま早よよこせ、早よよこせって、お釣りよこせってほんま、お釣りよこせやお前、つらけんな。すいません。あ、すいません。ありがとうございます。うん、はい、あっち行こう。まなみの方がケチや。クソケチやろう。お前がな。ちょここに座って食うない。うん。こっち行くわまなみ。だってあの釣りたないからさ。うん、せやな。待ってね、自撮り行ってくわ。よいしょ。ちょっと待って、もう小銭直すから慌てなさんなよ。食べたいもう。いや、俺だって食べたいのは一緒。ちょっと待って、あとライト。ちょっと待ってって、もう待てよ。待てよ。暗いから、ライトあった方がいいですやろ。時間あった間にもう一個食べちゃっていい？もう一個食べんの？うん。どちら？はい、うん、ここ一個は椅子の上に置くと。それでは皆さん、クレープ食べます。130円の売れると赤字になるクレープ2枚食べます。いただきます。うん、え、中身何も入ってないです。シュガー&バターです。あ、非常にパイシャンありがとう。よかったな。いただきます。うまいね。なんとも言えへん、うまさやね。うん。バターとシュガー。あ、キミ君ありがとう。パン。お前、いちごのやつ頼んだ、うん、あ、バナナ、うん、おい、土日遅かったらよかったな、助かって、ひでママ、よかった。うまっ。あ、うまって、まだ、あ、アキヤさん、食券買いらっしゃい。うん、うん、まなみ何見たいやって見せてあげたら。もっと上、うん、チョコバナナ、チョコバナナクリームなんとか、名前何やったそれ。生クリームチョコバナナカスタード。うわ、めっちゃ、それなんぼしたんそれ。わからん。ちょっと待ってよ、130円、130円、お前500円ぐらいしてるやん。ちょ、こいつやばない？500円もしてんの買ってる。うん、470円とか。俺130円の2枚食ってんねんで、腐りやがって。470円やろ、うん、うん、はうまいねこれ。470円って安ない。うん、俺がおごってあげた。ここのクレープ生地うまない。うまい。やば、舐めてるやろ。うん、うん、ここうまいね。今日行列できんで、うん、まなみさんお礼言えバカやって。いただきますって言って。違う、ありがとうやろ。ありがとう。うん、まあ、そういうの足りひんで。え、普通最後じゃない、ごちそうさまありがとうっていうのが。違う、受け取った時点で俺にありがとうやろ普通はさ。普通のことできんよ、お前が言ってくんねん。でも普通じゃないことができるから俺配信者なの、分かってる。じゃあ普通かたんねん。でも人として当たり前のことでしょ、おごってもらったらありがとう、うん、ありがとう、いただきます、ごちそうさま、言ってねえから。うるさいもん。ありがとうさっき言ってへんから。あ、マジ意味わかる。俺より高いの食いやがって。ほら、普通はいただきますで、ね、最後ありがとうって言ってるやん。なんかイケメンか、うん、アイドル、韓国アイドル。うん、あ、匂い。うん、イケメン軍団がドラッグストア入ってたんやけど、うん、言ってる俺よ。
あ、お疲れ様。うまいな。それは隣にも言ってよ。テーベ食べたの。ちょっとお前ちょっとどいてくれ。なんで？手拭くから俺。どういうこと？どこで？あ、いけるわ。え、ティッシュあんねん、ここに。知らんかったやろ。ここウェットティッシュタダでくれんねん、違う。うん。シュガー&バターの、シュガーとバター溶け出したやつが手についてもうた。これベタベタせえ。お、食券さんいらっしゃい。お、ウニちゃんずっと待ってたよ、俺ウニちゃんのこと。うん、いやほんまやで、ウニちゃんほんまこれからも仲良くしてな、ウニちゃん。いやほんと俺ウニちゃんのことだけ考えて生きてきたとこあるから。もうだってあのウニちゃんやんな、マジやんな。おう、ちょ、お、思っとってウニちゃん、マジでウニちゃんって、ウニちゃん、うん、ごちそうさま。マジで俺ウニちゃんのことずっと、そう、あのウニちゃん、うん、ウニちゃん仲良くしようよ、マジで。よかったらウニちゃんフォローしといてな。え、どういうこと？知らん、俺誰か知らへん、うん、俺ウニちゃんのこと待ってた、うん、ウニちゃん仲良くしようね。山田枠名物初見粘着芸、初見殺し。もう一個食べていい？自分の金で買えよ。うん、うん、いいよ。いい？うん、いいよ。なんかもう一個食うらしいよ、うん、ケツデカミが。ああ、ひねママ助かった。マジで、うん、多分ピザなんとかやろ、うん、出すわけないよ、アホな。自分で買えよ、そんな。ヤバダの入籍はいつなんのかな、わからん、うん、年明けちゃう、多分このまま行ったら。まず藤沢奈々に、あの何、承認欄名前書いてもらわなあかんから、うん、それ終わってからやからな。あ、誕生日とかはちょっと気色ない、なんかそれだと俺の誕生日にしようぜ。あ、なあ、らしいな、ひでままな、よかったな、命助かって。命あっての配信やからな、やっぱりな、うん。でももう、もう OK もらってるからな、藤沢奈々には。え、だって俺、親おらんもん。うん、あと一人はあれちゃう、まなみの母じゃないの、言うたら。バチ、いや、どうやろうな。でも親会社上場してるから、まあなんか吸収合併とかはあり得ても、単体でなくなるはないんちゃう。うん。ああ、たぶん。うん、あとは、まあ、競合他社 の、 あの TikTok がどんだけ伸びるかにもよるやろ、うん、オールの見立て。いや、ちゃうねん、2人いると思っててんけど、ひ1人はあいつの親が書くっつってるらしいから、うん、もうええやろなあ、別に他人でも誰でもええもんな。あ、村井さんありがとうございます、恐縮です。一番書かしたらあかんやつ、ヒゲに一番ダメ。え、まなみママはもう近々ファーストコンタクトあると思う、このまま行くと。ブレスどんな意味？あ、これ東京行った時に1個は社長さんに買っていただいたプレゼントで、これは俺前世王やから 太陽石って言われてる、これをつけて。あ、ウニちゃん風船3つありがとう、ウニ好き。よかったらフォローしといて、俺のこと。俺もフォローするから。ダメ、ウニありがとう、風船3つパン、いいよ。え、ゴリ兄って誰？いや、その辺の通行には悪いやろ、やっぱり。うにちゃんありがとう。ほらな、狙い撃ち決まったやろ。うん。いや、と思って。あ、りょうさん、メガホンありがとう。え、ここ禁煙なん？あ、ちょ、離れるか？
ちょっと離れるか、そしたら。知らんかった。禁煙やねんな。なんか、え、禁煙らしいから離れるわ。え、そこ、出たとこおる。うん、ちょっと自動販売機でヤニだけ、ヤニじゃないわ、あのブラックだけ買おうぜ。ちょっと待って。お、あかんかったら。何、俺でも買ってきたん、シュガーエンドバター。マジかよ。じゃあ向こうで食っとくわ。俺ここやったらええやろ。俺の分も買ってくれた。ちゃうわ、飲み物買いたいねんな。せやな、無駄にな。コーヒーとクレープが俺一番合うと思う。いや、ちゃ 3個ぐらい食う。普段やったらもっと食うけどさ、あの店主が売れたら赤字っていう初めての告白来たから、なんか気使って2個にした。だいたい俺5枚マックスで頼む時もある、ここ来たら。でも売れたら赤字らしい、シュガーエンドバター。うん、いやそれ悪いやん、さすがに。コーヒーパンチきつい。うん、いやでもまあ売れたら赤字って言われたから、なんか悪いやん。なんかちょっと飲み物買うわ。え、二人の喧嘩が面白いよっておすすめされて、いや今日は喧嘩なるべくしないです。うん、今日はしないです。どうもエグザイルの高博です。うん、ちょっとコーヒーしばきます。すいません、匿名さん、オラにコーヒー代恵んでください。無理、我がで買え。コーヒースロッチチャレンジやってくれへんすか。ダメ、あ、ブルライトバザス恐縮です。スーパーコーヒースロッチくんチャレンジせえへんすか。プチュン出たら自動販売機全部空になるまで行きます。いや貧乏だて、貧乏だて。ああ、助けて萌えかまる。プチュン、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 プチュン。え、プチュンの歌です。はい、トン、トン。で、たくあんがプチュン言い続けたらどうにかしてくれるっつったから。あー、プチュン、あざーす。あーの人ありがとう。こし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 。あざーす。うまい。いい。あともう一個。よいしょ。おいしょ。どっこいしょ。惜しいで、ありがとう匿名さん、うまいで。あと一個、あと一個。あー、5倍パオン。ゴシ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 。うまい、あーの人、いいよ、惜しい、パオン、プチュン、うまい。ギリ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 。いやいや、惜しい惜しい惜しい。ワンチャンある、ワンチャンある。おー、帰ってきた。ちょっとコーヒー買ってきて。もうちょい寄らんな、座れんって。うん、もうちょい寄らんな、座れんって。うん、え、5個来た、パーン。ゴス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 。222の分の、あー、パーン、ありがとう。いんの飲み物。いらん、いらんねんな。いらんらしいわ。まあ、あの人ありがとう。ありがとう。あ、エミエミありがとう。パーン、あれみんな
あ、ポクベンさんも。あ、さす、惜しい、プチュン持ってるねん。それも俺が買ったったやつや。 ありがとう、まあ、あの人クメさん、俺が買ったやつ。マナミーバーン、あざす。あー、風の人ありがとう。あーの人バーン、あざす。いいよ、惜しい。あー、マナミタバコ吸わんで、うん、クローゼットさん、うん、惜しい惜しい、うん、なんほうじ茶美味しい。トクメさんバーン、あざす。うまいうまい、エロい、うん、アグネッシブ、うん、お腹いっぱい、うん、お腹いっぱい、よう3つも食べれんな。いや、俺これ5枚食うもん。あ、エミエミありがとう、パオン、エミちゃんありがとう、うん、ありがとう、えよ、エミ、うん、うん、うまいで、ここのクレープ。誕生日6月、駒井君の後。え、入籍するん？聞いてる？駒井？うん。入籍するん？おお。え、うん、する。するん、うん、いつするん、まあ、年明けたら6月、うん、7月にしよう、うん、困らみのちゃうで、山田の買ってきてくれて、またもう顔出しちゃえよ。108ってずっと言ってるんやけど、うん、もう顔出しちゃえよ。困らみのこと顔出しちゃえよ。じゃあ7月にする。やっかいだ、うん、ほら、マナミ顔出したらあかんって。え、なんでなん、クソゴミ。理由はなんで。ハムチーズ食べたで、うん、今11月。ああ、うまいな。まなみも格闘技イベント出て絶対勝てるから出ろよ、お前。うん。うん、出ろよ。やだよ。出ろよ。やだよ。スポーク出ろよ、スポーク。ほらな、まともな人間は顔出さんって。え、まと、てかお前、俺通る時点で自分がまともっていう位置づけで合ってんの。うん。普通、まともな人は俺通らんで。うん。うえ。痛いって、お前喧嘩うんなよ。は？は？もうややってきた。は？鼻毛出てんだよお前。マジで？うん。取れた？取れへんやろ。取れへん。うん、出てる。マジで？うん、諦めたわ。うん。マスク大事よな。うん、ドクメさん、パオン、あざす。ありがとうございます。風の人、いいよ、惜しい。プチュン出そう。プチュンプチュンプチュン。いや、また出してないやろ、マナミの顔。惜しいで。トイレ行きたいねんけど、うん、ないよな。ないな。早く帰ろ。うん。映してた？いつ？うん、いや、映ってもうて、多分、うん。うん。ちょいちょい。ないや。山ちゃんのプチュンってなんか違う。あ、特命さんありがとう。パオン、あざす。な、そっちの手で確認せんとってくれへん。サーの人ありがとう。サーの人。見えへん。うん。アイテムペイペイ使い、よしろん。それを、え、使えるようになったって言ってたで。確か。なんか、あんま知らんけど。サイトから買ったらいけたはず。ウェブから買ったらいけるらしいぞ。うん。うん、俺、そういうやり方知らんけど。あ、月読みさん、プチュン。いいよ、月読みパイセン。あー、どうする、月読みパイセン。もう担いじゃう、俺のこと1位まで。無理か。そんなに合わないか、世の中。あ、できひんねや。あ、できひんねや。どうする、クソゴミ。どうする、まったり。どうする、どうする、みんな。うん、一致団結したらいけるで。うん、
俺の位置見えたで。うん。ただな、1位になってもな、ゴミみたいなのも送ってくるだけっていうのがそそらへんねんな。もうちょっと読もうくれよな。うん。なんかもうちょっといいもんくれたらいいのにな。それか大量にくれるかな。リスナーさんにぶわ配れるやん、言うたら。いける。ファンタの20倍で、いきなり1位や、ほぼ。うん。ファンタの20倍で、あ、モーマルちゃん、バーン、あざす。モーマルちゃん推しの配信者さ、もうちょい、俺で広げたらええのに、すぐブロックするからさ、あれじゃ伸びひんで。うん。いやいや、せっかくやったらさ、伸びてほしいあるから、出るわけないやろ。違う違う、相手見にゴミ言うてるんじゃなくて、1位とかなったら送って上坂送ってくるのがゴミっつってんねん、うん、そうそうそう、庶民もらっても嬉しないやんな、あむらえてもあざす。だからそれやったら大量に送ってきて、なんかもうリスナーさんに送ったらいいねん。もう吉野何くれんのこれ、パオン、あざす。あ、欲しい欲しいの。じゃああれやで、徳兵衛さん、どんどん四角のアイテムくれたらええで。うん、プーチューン出えへんよ。お、中須くんもありがとう。うん、いや、あの景品遅いねんな、発送4ヶ月ぐらいラグあるよな。え、今回何もらえるん？知らん、何くれんの俺。あー、月闇パイセン10倍パーン、ガシガシガシ、ほら来てる。プチューンプチューンプチューン、うん、惜しい。月闇パイセン惜しい、エロい。うん、いやいや、飾らんて、家にもあれもこれ以上物増やしたくない。お前のせいで。あ、キャップなんやって。いい、キャップ欲しいやん。あ、オイランさんありがとう。パオン。パオン、あざーす。ありがとう、助かる、ボーマル。いいよ。うん。Android は Google Play Store で PayPay 連携して課金できる、 iPhone もできるはずだよ。らしいぞ。らしい。らしい。うん。皆さんこぞって、はい。オイランさんもブルーアイテムあざーす。ありがとうございます。この後あれ、御堂筋パレード。そのまま行くん？いや、そのまま行かん。だって安い駐車場止めな無理やん。いや、止めて、うん、そのまま行くん。家帰る？俺は家帰らんと、そのまんま。いや、1位と2位一緒やで、多分。だから3位までに入れたらいい勝負やけど。鍵貸してくれへん？無理。俺が帰られへんくなもん。だから言うたやん、鍵。いや、探す時間なかったやん。だから言うたやん。なんでないん、鍵が家の。あ、ありがとう。パオン、あざす。ふわっち、グッズは、いけ。あげちゃい。あ、そうなんだ。パオン。あかんの？あかん、リスナーさんにあげたらあかんらしい。やねんて。ほんまに言ってんのそれ。じゃあメルカリで売る？うん。あ、電波あかん。じゃあ行くんやめた。以上です。いや、でも、匿名さんが言うかさ、その規制入ったんやったら、まだネイル用品買いに行かれへんかも。あ、ほんまや。ほんまやって、場所知らんのに。心斎橋って言ってたやん。場所知らんのに。わかるやろ、心斎橋って言ったら。いや、オープン隣やから、どう考えても移動する。あ、無理やな、ほんまや。もうやめとき。いや、行く。行くん。行けや。え、バイバイもあかんの？じゃあどうしたらいいん？どうしよう。え、まあとりあえず行かへんのやろ、御堂筋パレード。うん、じゃあ別にいいや、鍵の問題は。え、メルカリでバリ高いん？マジかよ、ええこと聞いた。あ、転売の方があかんの。あ、茶屋町遠い。え、でも茶屋町の方行くかな。ヌー茶屋町。うん。え、てか連れてってよ。俺が、うん、茶屋町まで、うん、お前ちゃんとナビできるん？いや、分からん。駐車場代払ってくれるんやったらええで、連れて行ったるわ。いや、高いもんな、あの辺。え、15分とか30分の話やろ。え、何やったっけ、 TAT やったっけ。うん、ATA じゃないで、 TAT やで、お前アホなん。え、ああ、知らんやろ、なんで知ってる風で喋ってくるん。今書いてたよ、コメ欄で TAT って。駐車場で出して、別に電車で行くんやったとしても、え、もらってもいいの？うん、ちょっと あげるけどな、パオン。欲しいって言った人に別にあげていいけど、でも1個しかないからな、あげたらまたそれはそれでトラブルなるやろ。うん、
うん、私が欲しかったのに、うんうん、もうそんなもう、さっきの80号さんおらへんかな、もう私が一番投げたのにとかさ、うん、私の方が欲しかったのにとかさ、私の方が山田歴長いのにとか、うんうん、俺が一番今月課金したけどとか おるやん、揉めるやん、1個しかないから10個ぐらいあったらな困らんねんけど、あっパオン、あだす、僕にもクレデアンスとかいうタイプも出てくるし、プチュンになってない、うん、僕にもクレデアンスみたいなやつもおるやん、うんうん、あちきにも、あちきにもとかいうタイプもおるやろうし、うん、そうそうそう、クワチ君2万ぐらいでミルカレ出てマジかよ、うん、で心斎橋もさ、その梅田の方もさ、うん、一緒なん売ってるものとか、うんうん、いやでもまあ一個はちょっとかわいそうやわ、さすがに、でもらった人が運良すぎるやん、うん、山田がプラプラなんて誰も想像してなかった、いやだからそうやねんって、あ、梅田しか知らんのや、俺も想像してなかったもん、え梅田とか結構やばない、来月大阪行くからステッカーやる、パオン、うん、やる、うん、あげるよ、家取りにおいでや、うん、家知ってるよ、あ太郎くんおはよう、おはよう、はい、山田10倍あたっす、ありがとうございます、阪急梅田は車で行かれへん、無理ではないで、いや駐車場、あ梅田の方が在庫あんねんて、あ村井でマザース恐縮です、うん、パーキング絶対高いやん、いや別に高くても30分で出てきてくれたら300円とかで済むで多分、うん、あーお願い本当、うん、お願い、でももしお布施あんねんたらポストの中に突っ込んで、うん、ええよ別にクローゼット来てよクローゼットさん、うん、なんであかんことになってないぞ、うん、別に あんたら顔なじみは別にええよ、うん、誰があかんって言ってる、じゃ時間は考えてな、うん、なんか夜中の3時半とかに突然インターホン連打されても、うん、無視すんで、もうそれは警察呼ぶ、うん、あポストにラーメン入れていいよ、あかん、ええよコーツさんはピンポンして絶対、ああええよいい、だからいいえな、いい、取りに来てくれる、外配信とかしてて、えでもさ、来るのはいいけど、ステッカーもうないで、ないよ、うん、もうあんまりない、もうあんまりないね、あと数枚しかないから、ああそうそう、なかったらごめんね、次のステッカー作らなあかんな、作りや、どんなんすら、うまいな、それどうしようか、クローゼットさん、この前スパークで会えると思ってんけど、顔なじみでない、いやそんなことないよ、例えばその新岡社長とかはもう多分近所やし、うん、札幌から行くよ、割遠いやん、札幌から行くない、ああいいよいいよ、だ特にいいよ別に、そう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 、いやそれ初見です、今から男の人も来ていい、初見です、今から家行っていいですかはゴミやろ、うん、そうそうそう、それはちょっとしんどいけど、うん、まあある程度人分かってる人は別に上を来てる、ただなんか声も放送に出たくないとかそういうのはちょっと勘弁してほしいけどな、できる限り出てくれる人ではお願いするけど、うん、2回目です、今から2回目はちょっとな、あとタヌキで言われても困る、うん、ちょっと悩みのステッカーいらんよ、じゃあもう生赤税とかさ、うん、まあよく匿名で課金してくれてる人とかは別にそんな気にせんと来たらええで、うん、じゃあマネミと山田のステッカー作る、でましてや会ったことある人間はええよ、山田ってさ、一個の話鬱陶しいぐらいさしつこいからさ、会ったことある人は別に、じゃあ分かったからもう、うん、うん、うん、そうそうそう、うん、いいんやねお前、え、ほんでどうすんの、行くの、うん、行くの、阪急梅田、めっちゃここやねんけど、スカイ、あー10個ありがとう、パーン、こい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 、サイン、考えとけよ、そしたら、あ、ええで、来ていいで、ほんまに来ていいよ、北海道勢、一応毎日1回は見てるで、あ、感動した、ありがとう、いいよいいよ、うん、いいよ、もう誰でも来て、うん、山田の声めっちゃうるさい、でまたデリヘルの待機場にしたろうか、家、うん、2人のステッカー、え、お前指輪してない、え、してるで、あ、びっくりした、してる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 、マスク取れや、ステッカーって言ってもさ、あ、ほんじゃあ、
イベント、じゃあ3位までに入ったらステッカーするか。うん、3位までに入ったら、うん、3位までに入れたら、じゃあまた同じのする。いや違う。でもさ、じゃ違うのするにしてもさ、うん、山田あの顔しかないのにさ、あの顔しかないってどういうこと、うん、サムネの顔しかないのにどんなステッカーする。誰か書いてくれる人おる。そっからじゃないか。誰か書いてくれる人おる。ステッカー今持ってない。もう数枚しかないから置いてきてる。誰か書いてくれる人おる。今の俺のサムネみたいな感じで、うん、おる。いない。おらんやろ。おらんかな。私書きますよみたいな人。うん、ステッカーよりふわっちのグッズ。うん、あ、ともこありがとう。ムロヒうるさいから嫌。うるさい、うん、もう声がってこと。うん、そうそう、声がうるさいから嫌。ああ、まあまあいいよ。少々あれでもいいよ別に。ああ、おらんかな。うん、だからやん、しんどい。ムロヒしんどい。まあ合わせれるけど別に。ムロヒうるさくてしんどい。うん、ああ、面白かったらいいねんけど、うるさくてしんどくて面白くないから嫌やねん。うん、まあはい、なんとか ST という絵師。誰それ。 お金払って頼むってこと。あ、嫌いとかはないねん俺別に。ムロヒくんな、人造人間抜けよ、バーン、助けて。ありがとうございます。あー、ありがとうございます。ユウの人、あー、そう、ありがとう。ちょっと抜かして、抜かして。それあと7回ぐらい続けられへん。10個ずつ怒られる。ふざけんなよ。あと7回続けてくれへんか。見えてくるから。無理。あと7回続けてくれへん。あ、パオン2個あざす。ゴシゴシあざす。徳明さんありがとう。あ、 A の人ありがとう。抜きたいから、そう、あと2回続けてくれへん。無理。あかん、ダメ。7回って言ったけど、あと2回続けてくれたら見えてくる。あ、ぐらいってます。えぐいって、30分500円とかやん。やめとこ、やっぱり。そのぐらい払ったらええがな、自分で。いやいや、あ、総閲覧数10倍以上話してんのにな。イラストのテイスト、なんでもいい、別にキャッチーやったら。DM したら相談乗ってくれる。なんぼ取られんねやろ。自分で書こうかな。まなみちゃんへ5倍パーン、ゴシ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 。じゃあ俺駐車場で出してやるわ、まなみちゃんへやから。ありがとう、あざすパーン、あざす。見えてきた。これで50個やろ。ほら見えてきたで、見えてきたで。うん、ステッカー楽しみにしてる。パーン、あざす。楽しみにしてます。 A の人、ねねちもありがとう。パーン、ありがとう。え、高いで。絵師なんかに頼んだら数万取られんで。え、そんな取られる。取られるよ。うん、ちなみに俺のこと書いてくれた絵の人なんて多分ほんま二桁取っとんで。俺の時ただやけど。いや、ペンタブレットも持ってんねんけどな、実は。うん、別にパソコンじゃなくても、うん、ペンタブもあんねんけど。まなみさ、あのさ、藤沢奈々ちゃんの絵描いてるツイッターしてる人おれへん。あ、おるな。あの人の絵好きやねん、めっちゃ。お金出したら描いてくれるんかな。あ、ただなんや、クローゼットは。誰かな、こんだけおったらただ勢おったらええねんけどな。うん、しかも俺この絵描いてもらった時、要求、あの、ただやのに要求えぐかったからな、俺からの。うん、ただやのにめっちゃ言いまくったからな。あ、その人、その人。あ、ありがとう、恐縮です。ありがとうございます、ありがとうございます、恐縮です。その人の絵のあれが好き、めっちゃ。うん、自分で描くか。そうそう、ミックスさん自分で描くか。うん、あ、村井てマザース恐縮です、ありがとうございます。まなみちゃんへって言ってたから、それ駐車場代に当てたらええやん。いや、当てへん。なんで当てへん。いかんの。ほんじゃいかへん。行ったらええやん、そんぐらい。いや、いかへん。なんで行かへん。ああ、
ええひどい。いや自分で書いたらええような気するけど。山田絵うまいで。俺が書くか。え、これ2人分書けってこと？一つのステッカーに。一つの、あ、え、ちょっと待って、丸みの顔が、いや、まだ書くってこと？そやな。うん。え、1500円で書いてくれんねんて。ミックスさん。ミックスさん、頼んでみる？その人に頼んでみよう。ミックスさん。DM してみていい？あ、してみて。うん。丸みな。その人にずっと書いてほしいなって思ってて。ほら DM してみんや。いい？うん。部長山田のなんとかですから入って、うん、俺の名前入れたらええねん。そしたら、あ、藤沢のなんとかで見たことあるやつの女かってなるから、うん、あ、いけそうじゃね。あ、その人のツイッターが分からへん。いや、ムロヒあかん、あいつうるさいから嫌やねん。うるさいね、うん、もう とにかくうるさいね、うん、しんどいね。俺よりうるさいやつ初めて見たもん。出てけんへん。うるさいし面白くないしきついね、一緒におるん。なんかあのマサヤンの陽キャ乗りでも俺全然対応できんねんけど、あの何やろうな、ムロヒ君はほんま一緒におったら疲れる、うるさすぎて。うん、耳痛なってくる、うん、俺が言うのもなんやけど、うん、あ、ムロヤとマザース恐縮、2222 DM したのでよろしくね。あ、周りの人バーン、 ありがとう。ちょっと待ってな。うん、マサヤンでもたまにしんどいな思う時あんのに、うん、あ、行ってらっしゃい282。ミクさん探されへん、うん、裏路送ってもらったら誰か心よい人に、うん、まあいいか。え、ほんで結局いかんの？いかんの、うん、自分で行く、自分で行く、自分で行くってどうやって行くん？自転車で行ける距離じゃなかろう。え、心斎橋の方行く、うん、あ、ヒゲ落としたら。室井君ってそういえば最近配信してんのかな、見えへんけどな。あ、心斎橋に自分一人で行くん？そう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 。一緒に行く？行くわけないやん。やんな。あ、ウニちゃん風船2個ありがとう。パン、いいよウニちゃん乗ってきたね。うん、いいよ。いや、どうやねやろうな。あ、書いてくれてるん？あ、違う。何？あー、オッケー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 。送ってなかったっけ？送ってないな。あ、ほんま？あ、パオン、ボブ行く？え、おちゃん帰るん？うん、帰んの？うん、マジで？ほんまに？うん、行こうやなあ、行こうやって。いややって、行こうや、うん、久しぶりに梅田行きたい。綿毛さん、まなみちゃん、かわいい、ありがとう。ふらやとまざす、ねえ、しやや、俺の爪やってや、やってや、やってや、いやいや、中ちゃんのサムネ書いたたっちゃんさんは、ちょ、ま、やってや、ちょっと待ってな、いい、待たへんて、うん、してや、おーおー、とも食いしてこい、クローゼット、とも食いしてこい、よし、え、おじゃ帰る？うん。帰るん？待って、こっちがほんで俺もどうなったかみんなあかんねんな、大事件の方。あ、 LINE 来てる。あ、ナウ、オッケーオッケー。養分の絵も描いてる人なの？え、お願いしたらやってくれんのかな。ただその何万とかもよう払わんけどな、怖いから。じゃあちょっとステッカーのデザイン、あの何
書いてくれる人募集中です。で誰も名乗りちょっと一定期間言って名乗り出てけえへんかったらこっちからお願いする方向で行くか。誰かミックスさんのツイッター分からへん。うん、一回でも募ってみよう。イベントアイテム投げとけたっちゃんさんに。いやそれやったらあれやろ、ちょっとしばらく募集してみますわ。うん、ステッカーの。ありがとう、バラバラ優しい、ありがとう。31号さんコメントコピーしたらええやん。コピーする。 ああちょっと毎日募集するか。うん、でステッカー屋さん変えよっかな。一緒のとこでええかな。どうしよう、あれ金のめんどくさいもんな。ちょ待てよ、マナミの遅すぎて出てけへん。ナナヤンってどこでステッカー作ってんねやろ。あ、聞いてみよう、うん、聞いてみよう。ありがとう31号。あれっす、せやな、パルに書かせる。いや無理やろ、絵心俺と一緒やんけそれ。DM ってフォローせんでも送れるの？送れるな。はじめまして。あ、タイトル、いやまあええちゃん、今こんだけ言ったら聞いてくれてるやろ、大丈夫やろ。もう俺も忘れてた、言って、うん、絵描いてくれる人募集中です。お願いします、ステッカーのデザイン描いてくれる人募集中です。お願いします、できたらタダがいいです。お願いします、できればタダがいいです。お願いします、可能ならタダがいいです。すいません、ほんまにマジでタダがいいです、やっぱり、お願いします。あ、無礼でマザース恐縮です。まあ来るよな、多分ちょいちょい言っていこうぜ、そしたら、よし、ほんじゃあれやな、俺が1位になるだけやな、あ、ウニちゃん風船3つありがとう。だからもう結局ペアと単体、いやでもこいつの単体作ったら俺の方が減らなさそうやから嫌や、ペアと単体で作るってこと？めっちゃ金かかるやんそれ。3種類だけやん。いや、丸みの単体はいらんやろ。うん、ごめん、じゃ山田の1人のとペアの2人のと、丸みの単体はいらん。そうしよう、俺1人と2人、これでいこう、そうしよう、その方がええわなあ、それやんな。あ、じゃあ書いて送って、123、DM かなんかで、あ、金丸さんありがとう、そうでしょ、行こうか。え、ほんでどうすんのお前、もう家帰るん？うん、家帰る、お、頼んだで123、眩しい、画面見えへん、ちょっと眩しすぎて画面見えへん。A さんの件まだ取り上げるよもちろん、追って報告を待つ、今まだ通話中やねんて、どうなったかだけ聞くわ。せやな、めっちゃ天気いいな、眩しい、間に合うバカ眩しいな、やばい目痛い、まなみのだけはございません。そうそう、俺直射日光アレルギーやから、いや今日はもう沸かしきった後やな、あれここどこで料金払うんやろ、日傘いるレベルやな。さっきあれするわ、開けるわ、熱いな、ちょっと持っててくれへん、シートベルトしたら、待って、いいよ、まず音楽かけたい、苦しい、音楽いる？いる、いらんやろ、酔うから、音楽かけたら酔わへんの、酔わへん、なんなんその意味わからん理論、あんねんそういうの、そうなんや、
ず駐車場代も俺、うん、ほんまに言ってる。クレープおごって。俺もおごったんや、うん、あ、これや、これ。あ、エリナちゃんありがとう。眩しすぎ、じゃ眩しすぎる、火熱すぎる。いや、まだお金にめっちゃケチやで。帰ったら、マレムに行って投げてくれた分もらわないと。まあ、ケチ同士やな。二人ともケチ。あ、マイメロさんありがとう。おしっこ漏れそう。わかる？一つの話に長いの。確かに丸みも長いけど、いやまだ長すぎやろ。あ、ラッキーベルさん、あ、ラッキーベルありがとう。あ、ウニちゃん、パオー、ありがとう。席入れてもさすが別。いや、丸み画伯やばいやろ。やばいで。丸み、絵のセンスなさすぎてさ、やばいな。顎も長いし、話も長い。いや、しかもな、山田の話ってどうでもいい話。あ、ピーヤありがとう。パオン、こんにちは。ピーヤ、え、プルッチ、プルッチ、マルミに友達紹介してとか言ってくんねんけど、マルミがおるやんか。色恋すんな色恋すんなって。マルミがおるやん、プルッチ。色恋すんな。色恋やめろ。で、そう、山田の話長いのは興味ないから余計つまらんねん。マルミからしたらな、興味ある人もおるかもしれんけど、マルミは興味ないから。その理論で言うとかイラッとする。わかる。何がその理論やねん。まあその理論で言うとお前はアホやな。カリーちゃんとはどうなったの。え、別れたやろ。今はお友達らしい。山田嫉妬すごい。え、嫉妬ってどういうこと。あれやろ、色恋すんなよね。あ、ちょっと待って、それお前プルッチさんの性格知ってるからやん。そんなや気持ちよくなって。よ、なんでそんなえらい角度にしてるの。眩しいから。うん、すぐ動かすわ。ちょ、こっち向けんとって、外カメ運転中やから。うん、内カメにして。あー、ゆみきちゃん、パオー、ありがとう。ペロッチはあかんよ、さすがにな。浮気なってます。あ、ねねちちゃん、50個ありがとう。パオー、ありがとう。え、イベントの有料アイテム50個も飛んだ。え、いいね。あ、いいねか、びっくりした。パオー、ありがとう。おー、焦ったわ、手震えたわ今。なんでお前しれっと50個でパオンだけ言うてんねん。お前ちゃうんか。ありがとう、50個パオン。なんか漏れてる、ほんま。え、山田もちゃんと負け打ち、え、一回合わしてんで、45。ちなみに。ちゃんと紹介してんで、もう、45。うん。会ったことあるよ。あ、会ってんで。放送見てないんか、逆に。いや、結構前やもん、マジ。あ、そうか。もう、特にしてる。ラッキーメールありがとう。ま、負け打ちはちゃんと知ってるよ、んで。あ、村井とまだ会ったことあるよ。一回だけ。うん。うちのクレープはその話言ってなかった。それ一瞬やったしな。うれいうれい、やばい、来てるで。ひがりで漏れちゃってる。あ、村井です。あ、こんにちは。いいでー。あー、こんにちは。チャース。惜しい、惜しいな。会長怖いもん。でも優しいね。さ、マネミとご飯ワイなんか出会んでいいわ。おっぱー、ありがとう。マジかよ。そうでしょ、10倍。ほんま10倍20倍。マジかよ。パー、ありがとう。エグいって。ちょ俺んとこはイベント弱いね。お、言わんとってくれな、みんな。はい、もう狙ってください、お願いします。
おじゃあプチュン行くで、プチュン来るでこれ。お誰か騙されたと思って100個投げてみ、行くでこれ多分プチュン。誰か騙されたと思って100個行き。あプライドあざーす、プライドまだーす。プチュンありがとう。ゆうきっちゃんありがとう。あざっす。あー無理アイテムありがとう、ありがとう。ほきょんなんかちゃう、まなみに本気で、いやほんま、まなみ本気でこじこじ一回してみて、騙されたと思って。なんなんこじこじって、こじきしてみんね、俺みたいに露骨に。いい、一回やってみてや。いや一回やってみてや。まなみのアカウントちゃうしね。ちゃうかったとしても一回やってみてや、うん、いやいい、やれや。マジちゃう？マジ、マジやと思うで、うん、帰るって言ってたしな、もともと。あ、ほら頼むわ、二人のためにやってやって。あかん、一回行けて。無理、今は無理やな、ほんでいつだって行けんねん。本気でこじってみろよ。あかん、しんどいぞ、本気でこじきすんのしんどいからやろ。マレもあのホワイトボード使って、あ、一人一個チャレンジ、一人一個チャレンジしていく。いい？あ、いいよ。プチュンってなんかな、そういうシチュエーションがあるみたい。なんか四角のアイテム投げたよね、スロッチくんっていうのは。一定確率で出んの、10万分の1らしい確率は。今のところフワ配信者から4人出てる。誰なん？そして俺が5人目。誰出てる？知らん、マウくん以外は知らん。マレも知らん。行け、これでプチュン出えへん。それでは出ないです、はい、多分出ないです。ずっと言うてる。うちもしたい、無理パー、それじゃ無理パー。あん、ラジオ配信とかで出てる。マジかよ、やばいやん。出たらリスナーにも T シャツもらえる。俺給水するって言ってんねんから出してくれてもええやん。ああ、俺水に入るっつってんねん、今日水に入るっつってんねんね、プチュン出たら。我もプチュン出たら、うん、プチュン出たら二人で水浸しなろうな。嫌だ、なんでで二人で。プチュン来るぞ、パー、ありがとう。それじゃ出えへん。え、それじゃ出えへん、出えへんも、出えへんだし、出るわけなかろう。紫のメガホンじゃ出えへんだし。お前も水に入れ。ありがとう、パー、浸かるぞ。なんでもいいから唐揚げの癒される写真欲しい、唐揚げの。まなみはカヤクダルが配信で、え、似てる？誰か知らんけど。動画送ってください、唐揚げの。おはよう、ベルもありがとう。拾うな、そんなコメント。山田怒ってるで。え、何のコメント、何のコメント、どういうこと。あ、まあ、マンピロね。ああ、ごめん、ははは言って走ってた。どういうこと、なんで怒ってるの。348号ちゃん、おはよう。で、これ左切って、駐車場空いてるかな、安いところ。空いてたらいいな。
どこ左やったっけ、まだやな。でさっきの駐車場止めへんやろ。違うなあ、あの安い方、1100円のとこやな。1100円のとこ、100円でも安い方止めた。遠すぎんもんな、さっきのとこ。そんな遠ないけどな、距離変わらんで。変わるわ。変わらんて、そっからそこやで。もうえって。あ、いいの、ありがとう。ありがとう。え、とりあえず一回帰るらしい。帰る。あ、大事件、クレープ編。え、お前もついに禁断のホワイトボードゲーやるん。え、お前出かけるって。あ、出かけんの。うん。お前の化粧映えせえへん顔やで、めっちゃ。せえへんか。うん。あ、ベルありがとう。あれっす。空いてないかな、1100円とか。祝日やからな、微妙いよな。微妙いな。それ俺も全く同じだと思ってた。空いてたらええな。でもこの辺さ、あんまりな、土日祝あんま関係ないからさ。せやな。あ、ハレーさんからです。あ、ありがとうございます。ここやな、まだ。頼む、開いててくれ。あ、怖い怖い怖い。大丈夫、よっしゃ。今の引くとこやったで、ぶな。引くとこじゃないから。いやいや、今引くとこやったよ、危ない。マジで、勘弁してよ。頼む、どうやって出会った。頼む。あ、リスナーやった。うわ、全部、あ、開いてる開いてる開いてる。ラッキー、変えた。一個だけ開いてた。あ、花屋さんからありがとうございます。ラッキー。ちょっと山田と待ってくれへん。しゃあ、点上げだぜ。一番端っこ止めにくいねんな、ここ。電信柱あるから。ちょっと見えない。うわ、ちょっといかんだ。まあいいか。よっしゃ、オッケー。到着だぜ。え、めっちゃ危なかったで、ほんまに曲がるときに人渡ろうとしてんのに。してません。そういうのやめて、嘘つくの。そんなギリギリじゃなかったから、うん、向こうが危なかったからさ、こう止まってやっとさ引かへんかったけど。あれ、嘘つくな、嘘つくな。言ったらあかんの。嘘つくな。危なくありません。見てます、ちゃんと。いや、マネミナナリスナーやった時はさ、コメントも少なかったし、リスナーもそんないい品買ったから書き放題やったで、コメント。あとリスナーっていう言い方やめて、リスナーさんにして。いつも言ってるでしょ、リス、うん、リスナーさんって言って、ちゃんと、うん、よいしょ、うん、いや、通報案件じゃないと思うっす。うん、違うと思います。ごめん、びっくりはしたね。うん、してません。だからやめろっつってるやろ、それ。いい加減にさ。もう言ってないやん。うん、もう何もなかったからいいやん、別に。何もなかったって良くない。危ないとかそういうこと変に言わんといてください。うん、あのさ山田、うっす。あのさ、あのさ山田、あのさ、あのさ、持ってくれへん。なんて持ってくれへん。はい、よいしょ。え、で、あのさ、何？よいしょ。よいしょ、行こうか。何してんの？何してんの？LINE 返させてや、うるさいな。何の LINE やねん。ホンダベビー、あのさ、山田に会いたいんですけど、すいません、あの、まず僕のことフォローしてくれてない時点で、なかなか、それはむずいっす。すいません。会ったこと、あの、フォローをまずしてくれないとちょっとしんどいっす。ごめんなさい。僕に会えるのは基本まず僕のフォロワーさん限定です。すいません、ごめんなさい本田さん。すいません、 まずフォローするとこから始めていただけるとすごく助かるんですけど、うん、すいません。 フォローはしてほしいです、せめて。うん、うん、あの野郎のとも、うん、あのさ山田、18個大事な話あるけど。あー、お願いします。18個したよ。あー、ありがとうございます。フォローありがとうございます。僕もフォローお返ししておきます。本田さん、ありがとうございます。配信外にもこんなうるさい。あ、まあ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 、そこそこ課金してくれてる人なら全然いい、それはそれでいいんですけど。
うん、おおかまへんホンダベビー、うん、山リスになったね、あよかったね、よいしょ、よし行こうか、ええでホンダベビー仲良くしてよ。あのさ山田、課金したら、どうやれる、どうやれる、よいしょ、今からそこ向かいますっていう人おるからおろうや、え、なんか今からここ向かうっつってる、ちょろっと課金したやけど突っ、ああいいで全然、そ外やで、お前トイレ行くん、うん、事情があってフォローできません、パオン、いいよ、ゴシゴシかまへん、ぶつけてないよ、なんでぶつけてんの、あ、青や、青、突いいよ別に、なんであかんの、じゃあ今日リア突待ちする、このまんま、このままリア突待ちするか、そしたら南で、ええで、そうしよう、じゃあ俺このままリア突待ち行くわ、いやまだ家帰らないと鍵ないねん、だから鍵開けてからな、言ってるやん、このままって、あ、村井とございます、なんか欲しいものある、地位、名声、名誉富、地位、名声、うん、うん、なんかって言われたらキリないよな、何やろ、あ、青か、突、え、家に人来る、うん、誰が、ちょ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 、ここ名前は言わんとて、え、誰それ、イベント最終日に、イベント最終日って分かってて家来るっつってるん、だって来えへんって、あの、おらんと思ってん家、うん、おるやろ、いや別に向こうの部屋やったらいいやん、いいことあるかいや、ベッドの部屋やったらいいやん、いやいやいや、ちょっとさすがにそれは勘弁して、最終日やのに、なんで、え、どういうこと、どういうこと、え、ほんまに言ってんの、うん、ちょ、やばいって、お前それはやばい、バホーン、あざす、なんで、ちょ許可取ってよ、お、ちょ、トイレまず歩いて、え、ちょ、さすがにやばいってそれ、うん、さすがにやばいって、まあリスナーサイドの人、え、最終日やで、うん、ちょっと元カノやったらネタなるからええねんって別に、うん、しかも名前言われへんとかさ、俺その人が叩かれんで、多分来たら、え、なんで、だって俺家で放送してます、うん、お前ら奥の部屋でキャッキャ言ってます、うん、いいんそれ山田さ、もともとさ今日外出ていくって言ってたやん、でも夜です、何時、何時から何時まで、もうちょっとしたら、もうちょっとしたら来る、でもマネ買い物行くから、うん、SNS 見てもらう、うん、その後じゃん、その後やったら最後で、うん、ちょ、やばい、ありがとうございます、5個、パン、ゴシゴシゴシ、ちょ、やばない、アンチおった、うん、なんで呼ぶん、暇やったから呼ぶ、じゃ外で遊びよ、それやったらワンチャン、ネイルするねん、ネイルする、いや、それはさすがにさっき言うてよ、外出るって言った、出るって言ったって最後12時までは家おる、12時付近は家おるやん、12時付近には帰ってもらう、あ、8時から12時はおらんっていうこと、8時かは知らんけど、どうせ家出るから帰るから終電で、うん、だからどうせ12時まではどうせおらんねん、止まらんといてもね、え、ちゃうん、ほんじゃ俺が外出て、そのそっちの都合で家出ていかなあかんってこと、ああ、うん、いや、そのさすがにさ放送の邪魔になるやん、じゃなるへんや、映らへんし、じゃあだ映らへんねやったらこの日来る意味もわからんやん、ほんでおらへんって言っててんからいいやん、別に、いいの、え、もともとさ今日家おらへんでって言ってたやん、じゃあずっとおらんとは言うてないやん、おらんで出ていくやろうなとは言うてたけど、今日は家おらんでお前とか言ってたやん、どういうこと、言ってたやん今日おらんって、
いや、それで家おらんかもぐらいは言うてたけど、おらんやったら別に良くない？じゃおらんかったらいいよ。でもおるやん、流れ的に今日。ちゃうちゃうちゃう、だって最終日やのに一応やで。最終日って何なん？で言うたって、何なんて言ったって今俺2位やねん。うん、2位なんだよ。で、今からも結局リアトツ行くつってんねんから、うん、外おるねんか、いいやん。でも、家におったら俺自分の2位のタイミングで帰られへんやん。別に帰ってきたらええやん。帰ってきて、全然知らん第三者が。しかもさ、しかもその人さ、どう考えても映られへんわけじゃないねんからさ。え、でも、ちゃうやん、映られへん。歩きながらしゃべる。あ、まあまあええわ。映られへんか、映られへんじゃないにしても。別にその配慮せんでいいねんか。ちゃうやん、こっちが、誰を招く招かへんかの、采配は取りたいやん、最後の日ぐらい。どういうこと？自分が考えてない構成で枠やりたくないやん、こっちは。別にその子に枠で出すわけじゃないやん。じゃ、出さへんし、出へんやったらいらんやん、今日。いやだから意味わかる？奥の部屋でさ。じゃだから奥の部屋で、誰おんのになるやん、気も散るやん。別に散らへんやん。いやいやいや、それはお前が決めることじゃないって。めっちゃテンション下がったわ。漏れるねんって、いちいち遅い。テンション下がるってなんなん？ちゃうやん、そのさ、別に今日じゃなかったらええよ、別にそれでな、全然。なんで今日じゃなかったら、それも意味わからん。イベント最終日だから。お前毎日イベントしてるやん。ちょっと最終日や言うてんねん、イベントや言うてないねん。いや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 。しかも外行くんやんな。ちょっと行く時間もあるけど、なんで帰ってきて俺その自分じゃ。あ、じゃあ分かった、8時までに出るようにするわ。それでいい。ラストスパート家ですんやろ。いや、それは分からん。分からんやったら意味分からん。それは分からんよ。全部それ分からん、全部分からんけど、うん、分からんけどやん。今日家にその俺が招いてない人招くはなんかちょっと。え、自分家じゃないってさ、そもそもさ自分家じゃない、自覚ないもん。自分家やろそれ。じゃやったとしても、それやったらもっと早い段階で言っといてよ。で、出ていくって言っててんからさ。逆切れじゃないやろ。さっき言っとってよ、それやったら。いやだって今なんで突然このタイミングで言われなあかんの。俺はさっき決まったから。さっき決める前の本じゃ言ってよ、そうやって。どういうこと？人家呼ぼう思てんねんってさっき言ってから決めてよ、そしたら。え、だから明らかになってから言ったやん。じゃあだから人招こうと思ってる時点で俺にまず聞いてよ、そしたら。え、マネに悪くないやろ。なんで悪い？キモないやろ。自分家に友達呼んで何が悪い？じゃあそれはいいねん。じゃあそれ自体は別にあかんって言ってないねんって。うん。じゃあ何があかんの？いやいや、ちょっとなんかその最終日やっていう自覚。え、じゃあ、うん、家出ていくっていうのは何やったん？今日家おらへんで。でも俺は何時から何時までおらんなんて言論してないやん。え、言論してないにしても今日家おらへんからなって言ったもん。何？じゃ、おらんか、俺、まあ、出ていくこと、だ今みたいに出ていくことはあるやん。クレープ屋さん行こう思ってたから俺、うん、お前おらんでもな。うん、うん、明らかに悪なやろ。まず鍵、まず鍵って俺も一緒に上がる。車の鍵置かなあかんから。こんなん入って、これだから、ほんともう意味わからんねんけど。え、ちょちょちょ、俺が意味わからんの？意味わからんねんけど、うん、何が悪いか意味わからんねんけど。まあ、うん、まあ腑には落ちひんけどな。腑には落ちひんけど、ちゃん、その正直放送的にいらんやつを最終日には家置きたくないやろ俺。ちゃんね、別に普段やったらええねんで、別にな、ええねんけど自分じゃ考えてない不確定要素最終日にいらんやろっていう、うん、ちゃんと別におもろかったらええねんけど、うん、じゃなかったら最終日いらんやん、別に。最終日ってさ、うん、自分そもそも出ていくんですよ。だから出て行って帰ってきたやん今、うん。
やばいよなマジで。うん、いやその別にちょっと恋に邪魔してるとかではないっていうのは分かってんねんけど、正直ぶっちゃけ邪魔にしかならんやん。しかも別に俺丸一日おらんなんか言ってない。いやそれあれで、最終日まなみと俺もありかなとかは勝手に思ってただけやから、別にあいつが手伝う手伝わへんはもうどっちでもいいねんけど、ええねん別に。いや何にやったらええねんけどさ、また意味わからへん胸元めっちゃ開いた服とかで来られても映されへんし、うん、意味わかる。ちょっと万要素まであるじゃん、あの格好で来られたら、露出多い格好とかで来られたら、うん、なんで俺がそのそこに配慮して家で放送せなあかんくなんのかっていう。いや一人でもいいねん別に俺はな、うん、そうやで、うん、そういう人も放送見てて知ってんねやったらさ、その最終日の邪魔になるような立ち振る舞いはぶっちゃけやめてほしいわ、ある言うたら、うん、いやちゃん、まあ、あの別にな、その別にイベントじゃないねんで、みんなイベントってじゃないんだけど、今たまたまさ、せっかくいい位置におらしてもらってんのに、最善は尽くしたいやろこっちだって、うん、っていう思いがあるから、なんかその軽率な行動に腹立ってん俺は、うん、分かる言わんとしてること。うん、そうお前にだけ言ってないから、はい、お前にだけ言ってないから別に、この話はな、別になんてじゃだから分かった、ちょもう冷静になるわ俺も、うん、冷静になるわ。意味分かんない。俺がなんかイラッとしたというか嫌な気持ちになった部分は理解してよ。何に対して嫌な気持ちで今じゃ別に嫌なだけやろ。違うそんなことないって別に。最終日とかじゃなかったら俺も別に何も言わんて、そんな好きに使ったらええねんって家なんだな。最終日が何なんが分からん。今俺2位におんねんで。分からん。だって山田いつもイベントなんてそうどうでもいいねん。順位はどうでもいいねんけど。前回なんかさ最終日放棄してる。じゃでもじゃあ最終日やからなんなん。じゃでも今2位っていう立ち位置におんねん。でその2位にいてんのってそんだけ課金されてるからやねん。ましてやさ。うん。まず話聞いてよ。それはお前に言いたいことも分かるけど、今2位っていう位置におんねん。でそれって多分すごいことやねん。それわかる？でそれって多くの人が多少は順位意識してやってくれてることやね。うん。うん、そこまでわかった？うん。うん。で？うん。で、さあ、言うたらその今日の放送にいらん人が家にいてるっていう状況が、うん、その主の俺としては別に言い気はせえへんねん。それはなんで？多くのヤマリスがここまで何俺を上げてくれて担いでくれてるから。え別にその人が配信出るわけでもないし。出るわけじゃないけど、うん、隣の部屋でな、うん、言うたらさその前とその人がおって、うん、あ放送とは関係ないキャッキャを横でやってる。で俺が家で放送してたら気も散るし、うん、でもっと言うと山里も気散るじゃん。なん横の人の声誰なんとか。じゃあ俺は家でおったらその人にフォーカスせざるをえへんやん。もうこやんって。あそうなん。そうちょっと最終日はごめん。その配信見てる側の人やったら配慮してほしいマジで。うん。すいません、うん、じゃあ普段やったら別にいいねんで、いつ来ようが、うん、極論その人やったら夜中寝てる時に来ようが文句は言わんよ、うん、まあ、きっと夜中寝てる時来たら文句は言うやろうけど。うん、いやそらそうやろ。そうの意味がじゃあ分かるやん言うたら。全く分からん。別にじゃあこっちでさ、うん、じゃあ普通にさ、じゃあそれがさ外は、なんでこっちの話は聞かん、うん、ああいいよ聞くわ分かった。どうぞ。別にさこっちにおってさここ閉めといてさなイベント再生してるからお前ら静かにしといてそれで済む話やん。ちょ
お前ら静かにしといてって言ってさ、そんなひそひそ声でずっとそこにおるん。え、てか別にさ、ひそひそ声っていうか喋らんかったいい話やん。そんなさ、一生ここにおってさ、うん、山田だって出ていくわけやろ。出ていくかもしらん。で出ていくって言ってたやん。一回は出ていったやん。だから俺クレープ屋さん行こうって自分の中で思ってたから、うん、今日外出ていくって言ったけど、クレープ屋結局お前と行って今帰ってきてるやん。で一回は出て行ってるやん。俺ずっと家の外おるとは言うてないやん。言ってたやん。言ってないって。今日お前外おるからなって言ってきたやん。外行くからな、うん、外行くからって言ったやん。だから行って帰ってきたやん。じゃあパレードは、パレードも行くって言ってたん。いや電波悪いからやめた。放送できひんなんて一番ゴミやから。知らんけどそんなんも言ってたやん、もともと。それも行こう思ってたけど、うん、その電波入らへんかったって言われてるから、そうだ、配信できひんなんて持ってのほかやん。別にだから行けとは言ってないけど、今だってな、うん、エアトツ行く言ってたやん、うん、それは全部どれはそれは行くでもいいよ別に、うん、でも行っても飽きて自分のタイミングで帰ってきたやん。そんな、いや別に帰ってきたらいいやん。でやで、例えばやで、これはもうこれはリスナーさん側の意見な。例えばイベント最終日に放送とも関係ないリスナーサイドの人間が家におるっていう状況だけでも気に入らん人出てくんねんって。やっぱりそれはわかるやろ。わからん、全く。わかるやん。なんで、え、それはわかるやろ。なんでリスナーさん側の人たちが、え、だって、うん、これって俺とお前2人が応援されてる結果でもあんねんで、それわかるやろ。わかる。やとして、うん、じゃあそうやとしてやで、うん、なんでまるみの友達が、じゃあ友達って言っても、うん、元リスナーさんじゃん、うん、でも仲良くしてる友達でもあるやん。まあまあいいよいいよいいよ、うん、うん、でその人らが来て、その人が来てて、うん、なんでリスナーさんサイドの人たちが気分悪くなるの。当たり前じゃない。マネミやったら別にそんな思えへんもん別に。例えば誰か応援してて、うん、リスナーしてます自分がな、うん、で見てます、あい別に最終日です、うん、別にその人の彼女がな。あ、そうか、あ、そうか、まあ、分かってない分かってない。それが多分な、多分ちょっとリスナーサイドの人と乖離してる、うん、そもそも俺ってもうアイドルやね。それは分かってや、認識持ってや。アイドル、アイドルやん。あ、会いたかったって気軽に会いに行かれへん人らも大量におんねん、こっちには。で、な、イベント最終日に俺の家折れるなんて言うたらさ、嫉妬の対象やねん。その人にまでヘイト向きかねへんっていうのは分かる。分からん。なんでイベントの最終日にアイドルの家におんのって、なるやん。で、ましてや、あのさ、その人おらんかったらな、お前も放送に出れる可能性があんのに、そっちほったらかしでアイドルの家でネイルやってるってなんぞやになるから。これがイベント最終日じゃなかったら別にええと思うねん多分。なんでマネミが出る前提で話してくる。でもこんなんなかったら出てくれてたんじゃない、ちょっとぐらいは。だから今やってたやん、うん、別に遊ぶ前に、うん、な、ちょっとでもと思ってできる時間帯は一緒におるやん、やってるやん。うん、せやで、うん、午後遊ぼうかなと思ってたから。うん、じゃ別に家じゃなかったら最悪いいけどさ、最終日だからさ、やっぱりその見てる方も俺もピリついてんのは分かる。分からん。なんでよ、うん、プチュンがかかってるからさ。まあ、よくて芸人でもいいやん言うたら、うん、ちょっと別にええ人やで。じゃ あかんって言ってないね俺その人のこと。あかんとは言うてへんけど、その最終日に、うん、放送やってるな、まあ今、まあ、朝とかも朝からぶん回してるじゃん、うん、朝からずっとな、うん、でその家に来れる神経もそうやし、うん、いやまあええねんで、ぶっちゃけおろうが今いが、まあ
もう極論別にどっちでもいいねんけど、うん、で見てる方も言い聞せえへん状況をなんかそのあえて作ってしまってんのはなんかあれかなみたいな、うん、それを山田がそうやって言うからこうなるだけじゃないの、うん、じゃあ配信中に言わんかったよかったんって来るって何を。え、だからでもさ一生配信回し続けてんのにじゃあいつ言うまねみたいな。感想してからでも別にこそっと言ってくれたらよかったやん。ってことだからね、枠もうあと何十分かで感想じゃん、またそう終わってから来るってなってたから、それまでに来るってなんで決めてまうん。ってこと、一言ぐらい相談あってもいいやん。そのこう家で遊ぼうと 思ってんねんけどどうぐらい聞いてくれたらいいやん。だからずっと保留の状態やってんで、向こうにも用事あるから、うん、ずっと保留やってさっきも用意してるよ、いけるよって来たから、ちょっと待って、保留の状態で用意していけるよっていうことはもうだそこに打診も決定もあったってことやん。ということ、まるみは暇やからいつでも、うん、暇やから、うん、まあこっちから声かけてんで、暇やから遊ぼうやってんで、うん、山田出ていくみたいやし、あっぱおん遊ぼうっていう話になったやで、うん、でその遊ぼうがなんで家っていう選定基準になったん。まあそれは言われへん。言われへんってどういうこと。いろいろあんねんって。いろいろあんの。うん、あ、深刻な問題か。深刻ではないけど、うん、相手の事情やから言えない。どういうこと、どういうこと。相手の事情やから言われへん。え、家じゃない、家限定じゃないと絶対あかん正当な理由があるってこと。じゃあミュートしていいし。あ、いいよ。いや、それとお前が言ってあげたらええじゃん。送ったろか。迎えにも来てくれる。迎えに行こうか。来る。それやったら全部折り合いつくんじゃん。で俺は別にその人嫌いとかじゃないしさ、荷物持っていくから、うん、重なるから迎えも来てくれるんやったら。いや、なんか放送手伝ってくれる。また、まあ、必ず手伝ってくれとかじゃないけど手伝ってくれる。で終わってからになる。でイベント終わってから迎えに来るんじゃない。いや、そのイベラスはもしかしたら手伝ってくれになるかもしらん。だってお前プチュンチャレンジやってくれるって言ってたやん。どういうこと、いつ迎えに来るイベント最初。いやでも待てよ、結構距離あるからな。いやちゃうねん、別にええねん、送るのはええねんけど、うん、送ろうか。そしたらなんかまあ理由あんねやろ、今日どうしても会いたい理由が。まあ、別に暇やから。暇やから、どっち？なんか今正当な理由があるっつったやん。家になった理由はそれやで。うん。マネミが暇やから誘ってん。で別に家じゃなく、マネミは家じゃなくてなんかカラオケとか。ちょっと待って、イベント最終日にお前暇なん？うん、暇なん？だって山田外出るって言ってた。出たやん、今だから帰ってきたやん。いや だからもともとそうやって言ってたから、うん、マネミまた家一人残されるやろ？残してないやん。だから普段そうやんか。うん、まあ普段はそうやな。飛んでいくやろ。うん、もちろんほんで外配信にまるみなんかいらんやん。こんなん言うててうパーンってうんこ来たら多分飛びつくやろうけどな。うん、うん、だから一人暇なるから、うん、その人もお仕事お休みやったから、うん、遊ぼうよって声かけてん。うん、でほんならそういう理由が返ってきて、まるみはもともとカラオケとか、うん、ご飯とか買い物行こうよって話してたやん。うん、でそれが、まあ、そういう事情で帰ってきたから、うん、ほんなら山田外出るって言ってるし家でネイルしようって話になったよ。それやったらさ、何時から何時まで家おらんのってさ最初に聞いてくれたらええやん、お前も。いや別におっても静かにしときゃいいかな思ってたもん。おって静かにしてていいん、うん、別にここを閉めてたらさ映るわけでもないし邪魔ならへんかなっていう。でも一言も喋らんわけじゃないやん、そんな。別に一言くらい喋ったら、そりゃいいよ、俺はトイレも行くやろうしさ、うん、その人だってな、うん、うん、そのまねみからしたらさ、うん、そのなんか見てるサイドの人たちが、うん、そのまねみが誰かとじゃあ一緒に遊んでて、うん、別にうるさくしてるとかなら新たしうざいかもせえへんけど、うん、別にこっちでこそこそやってる分に気悪くなるとか考えたことないし、まねみはそういう人じゃないからさ、うん、
他の配信見ててさ、その配信者のじゃあ彼女がいてその人が遊んでるとか別に興味ないからさ、そんなんで気悪くなると思ってないから、見てるサイドお前も金もらってるやんって、これ結構多い意見やで。どういうこと金もらってるって。じゃだからなかなかなんやろな、ちょっと軽率に考えすぎやねんって、やっぱりこっちサイドのこと。じゃあ、お前が悪いとは言わんよ。それはゴリゴリの配信者じゃない、うん、俺とお前の意識が、その、乖離してるっていうのはわかるけどさ、うん、もうちょっと俺よりの思考を持ってほしい。あの、どういうことだ？なんで気分悪いかが、それが意味がわからんねんけど、マネミからしたら。そりゃそうやろ。なんでな？うん。その家に誰かがおったら別に配信に映るわけでもないし、でもここ別に広い家とかじゃなくてな、うん、部屋も別々でまあ繋がってるじゃん、うん、でイベント最終日に配信と関係ない人を招き入れて、ましてリスナーサイドの人を招き入れて、お前はその人と全然関係ないことをやってるっていう状況がもうそこにあるやん、うん、でそれってさ、うん、別にあの分かるやん、見てる人え誰か来てんのとか、うん、で誰かまあ来ててもええよ最悪な、うん、それが別に放送おもろなる要因でもなければ、ああリスナーさんって例えば俺が言っちゃうとするやん、うんうん、え最終日に誰来てんのみたいな、何してんのみたいな、お前も何してんのって言われんねん、ほんでえみたいな、その理由が全く、なんでや、わかるやん、でそこに対価があるからやん、表彰台もあるからじゃん、真剣な姿勢みたいなものを試されんねん、イベント最終日とかさ、イベントとかって。それはマネミもな。そら1円でもお金もらってる以上で、ちょっとでも協力してた姿勢見せてる以上、それはそうやって、やっぱり。じゃあマネミは最終日のイベント絶対に家におって、じゃあそんなことないって、そんなことないよ、そんなことはないけど、少なくても俺の放送の邪魔なるような要因をあえて作ってもうてることに対して、やっぱさ、言い気せえへんヒトラーは多いやん。何が邪魔か思ったか分からん、分からん。でも、いるかいらんかで言ったらいらんやん。最終日に、その人。極論な。いや、別におらんもんやと思ってすればいい。でも、それもうマイナス、若干のマイナス要因にはなるやん。まあ、その熱量違うのは分かるよ、前と俺な、放送に対してな、それは分かんねん、前の言い分も分かんねん、うん、でも配信的には今俺が絶対正論やから。そんなん言うんやったら、じゃあ最終日にさ、うん、アニメ見てサボんのはどうなの。前回は別に俺気合い入れてませんって言ってやってるし、順位なんかないでもいいって言ってやってるけど、今現に2位やねん俺って。それ分かってる。いつもそうやん。いつもはそうじゃないよ、2位とかにおらんよ。この前だってさ、うん、最終日入るときには良いとかおったやん。ほんま？おったよ。そう、見てもない、うん、そう、2位までいったらやるしかないねんって。じゃ別に やるなら、ここまでヤマリスが走らせてくれてんねんから。そんなんさ、な、あの、こんな高順位につけれんのは当たり前じゃないで、うん、かなり多くの方々がな、課金ということに携わってくれてるからやで、うん、でその人らがさ、1ミリでもあれって思っちゃうような立ち振る舞いとかさ、そういうのはさ、やっぱ良くないじゃん。その人らあっての俺やねんからさ、うん、うーばばば、さすがに多分けえへんとは言ってるやろうけど、うん、最終日アニメすいません。今回はだからその前回の反省も踏まえて睡眠まで調整してます。プラプラ配信者ならこの空気をガラッと変えてみせろ、パオン、あざっせ。よし、そしたらそのリスナーさんに今から注意しに行きます。パオン注意しに行きます。よし、行くぞ、その人の家に。レッツゲリロン、あ、パオン、あざっす、ゴシ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 。
注意しに行くぞ。バーン5倍あざすゴシゴシゴシ。ああ行くぞ。ああちょっと最終日だけはちょっと、うん、俺にしかりまなみにしかり高速は勘弁してくれって言いに行こう。あバーンあざす、あ特命さんバーンあざす。ああうんそうそうそう。あバーンあざす。まあまあ別にそれが邪魔になるって、アイドルやから俺。うん。うん。ちゃうやったら普段やったら何も言わんって別に。うん。別に放送してて家来ようが何しようが何も言わんねんけど、やっぱ一応最終日やからさ。うん。一応な。うん。最終日だから。いやそんななんかちゃうで、その悪気あってしてることじゃないっていうのは前提な、分かってるからな二人とも別に。ただやっぱその俺のこっちへの思いと全然温度差があったから多分起こったことやろうし、うん、別に責めたいわけじゃないねんけど、うん、最終日はちょっとやめてくれっていう、うん、なるべく、うん、その遊びじゃないから、うん、それ分かってるよエマリス、遊びじゃないから、うん、うん遊びじゃないから、うん、でも分かったら ちゃんと伝えたら分かってくれる人やと思ってるから俺も、うん、でだから別に何あの普段はあのな長くしてもらってるから、うん、別にそれでいいね、うん、伝えにこのままやったら向こうも気悪いかもしらんし、うんやっぱでも222いや使えるもん 何使ってでも、うん、やっぱりな取りに行こう、うん、何使ってでも取りに行こう、うん、しのごの言わんと、うん、泥臭く行こうぜ、うん、まなみちょっと強く言ってごめんね。まなみパレードあかん、テンポ入らへんらしい、人多すぎて。まなみごめんね。まなみごめんね、強く言っちゃって、うん、まなみごめんね。まなみごめんね、強く言っちゃって。まなみごめんね。まなみ、まなみ、ごめんね。まなみ強く言ってごめんね。まなみ、まなみ、ごめんね。まなみちゃん。まなみ、ごめんね。まなみ。まなみって、聞いてよ、話。あ、うにちゃん、ありがとう。ちょっと、まなみ。まなみって、あ、無理やりとマザース恐縮です。まなみ、まなみごめんね。まなみ、まなみってごめんね。まなみ、あ、ブライトマザス。まなみごめんね。
まなみ、まなみごめんね。プチュン、まなみ、ちょっとまなみごめんね、まなみごめんね、強く言い過ぎた、ごめんね。じゃあやめてもいい、機嫌直して。まなみ、まなみ、わかった、カメラこっち向けてない、向けてる、やめて、向けてる、やめて、さっきまでノリノリで映ってたやん、なんでやめてな、映るよ、映るよ、映ったらいいがな。まなみ、まなみ、まなみ、ちょっと話そう、まなみ、話そう、だからまなみごめんね、ちょっと言い過ぎた、まなみこっちおいで、まなみちょっとこっちおいでってみんな言ってくれてるなあ、まなみちょっと来て、まなみ巻き打ち読んで解決しよう。いや、その別にそこまできつい言い方はしてるつもりはなかったけど、まなみおいで、ほらみんな、まなみがおいでって、まなみおいでって言ってる、うん、まなみちょっとおいで、まなみって、じゃあそれでいいから、もう別にこれ以上は言わんから、うん、来て、ちょっと、いい、なんで、だから送ったるって、それでいいんちゃん、うん、なんで、もう送ったるやん、それで全部解決なんじゃない、送り迎えしたるから、まなみ俺がヘイト回収したるからおいで。うん、ずっとぐちぐち文句言ってんの、ずっとおらんかった、たぬきの様子、新しいリスナーばっかり、だから言うよ別に、そう、それを言って、ほんまに山田のことをずっと応援してるリスナーさんなのか、そりゃそうかもしらんで、ほんまか、うん、ずっとおらんかったリスナーさんがずっと言ってんの、それは分からんけど、 それをここで言論すればいいやん、そしたら、うん、潜って見てたよ、やって、じゃあここぞとばかりに出てきたのか、いやだからほんとそれをそう言ったらええやん、ここで言ってるやん、今でここ来て言ったらええやん、いや、きらこめしろなんか誰も言ってない、おいでって、まなみ文句あんなら画面の前で言ったらええやん、俺が守ったるから、なんで、まなみおいで、俺がひっくり返したるから、まなみおいで、まなみおいで、まなみちょっとこっちおいで、大丈夫だから、そういうこと言うから、ちょ待てよ、まなみ世論から目をそらすな、やって、そらしてないやん、ここで見ろよ、そしたら見てるやん、こっちで、そっちで見てもしゃあないねんて、一緒やん別に、うん、おいでって、まなみおいでって言ってくれてんで、まなみ機嫌直せや、やって、うん、直す、じゃあおいで、ちょっと、いかん、なんで、いかん、
なんでいかんの？あ、え、ほら、まなみちゃん来てって言ってんで、えみえみとかも。まなみおいで。さっきまで機嫌よくやってたやん。やらんの？うん、一番大事な時に家をおって放送協力せえへんってことでええか、うん、ほんまにいいんかそれで、へそ曲げんとおいで、まなみ。なあ、二人の配信大好きだよね、えみえみ。ほら、ほら、生垢の人が言ってくれてんで。うん。まなみ、おいで。早く。おいで。来い。遊びもできるし。あ、じゃあ、一回出たら遊びに行ってよ。それでええやん。おいで。で、送ったるって言ってるやん。それでいいんちゃうん。なんで？なんで？仲直りしよう。なあ。ここ女に金回らへんすよ。基本財布別なんで僕ら。仲直りしてキュン。エミエミありがとう。ちょ、仲直りしてって言ってくれて、アイテムまで投げてくれてんで。おいで、まなみ。うん。仲直りしよう。で、俺送ったるから。うん。ちょ、ええって。出て。まなみ、おいで。出て。切れていい？まなみ、切れていい？切れていいか？いや、切れそう、切れそう。いや、切れそう。ちょ、もう腹立ってきた、マジで。いや、台本じゃないから。だんだん腹立ってる。やばいな。ちょ、まなみコーヒー買ってきて。まなみ。いや。コーヒー買ってきて。お前の分も買ったるから。うん、なんで？山田にありがとう、パオン、あざっす、ありがとう。ちょっと落ち着くわ。まなみ、切れへんす、パオン、あざっす、ゴシゴシ、ありがとう、ごめんさん。まなみ、ちょっとおいで、ええから。まなみ、ちょっとおいで。まなみ、ちょっとおいで、話しような。まなみって、何言ってもちょっとおいで、無理、ここで話して。なんで、なんで。まなみちょっとこっち来て。うちさん撮ってマスクしてないから。
じゃあちょっとこっちおいで。やめてって言ってるやん。ほんでちょっとこっちおいで。じゃあちょっとこっちおいで。やるんて。やるよ。やめてって言ってるやん。ほんでこっちおいで。なんで？向き合ってコメントと。ラストイベントラストなんやろ？まだやん。いやいや、ラストなんやろ？ラストじゃないやん。じゃあ一人でやったらええやん、そんな大事なイベラス。じゃあお前は一番肝心な重要な放送手伝わへんってことやねんな。一切そこでふてくされて俺の害になり続けるってことでええねんな。ここで寝転がってるのが何の害な。俺言ったよな、もう放送手伝わへん女なんかいらんって最初に言ってるよな。一番大事なところを手伝わねんな。結局さ、今結局な、遊びに来んなとか言ってたのもう全部自分の配信手伝ってもらわれへんから。あ、それもあるな。うん、それもあるよ。なんで手伝ってもらえるもんやって勝手に思ってるの。だってそもそも放送手伝わへん彼女なんていらんって最初から言ってるやん俺。え、なんでそんな24時間四六時手伝わなあかん。24時間も回してないやん放送パン。しかもやで、終わったらほんで終わったらな、マナミで一日作りますよって言ってんねんで。え、それもマナミさ、明日じゃなくてさ、平日がいいって言ってんのにさ、もともとその日やって言ってんのに勝手にさ。だから来週の何曜日かにすんねやろ。じゃあ明日じゃないやん。明日じゃなくてもいいけど、マナミで作るよって飲んでんねんで、こっちは。え、だから別に手伝ってないわけちゃうやん。さっきまで手伝ってたやん。で、今機嫌悪なったから手伝わへんだけやろ。うん、それもさ、わざわざヘイト向けてさ。ヘイト向けたんじゃないねんって。ヘイト買うようなこと自分でした認識を持てっつってんねん。してないやん。してるやろうが。してない。してるやろ。してるて。してない。してます。してない。してます。してます。ヘイトは自爆やん。自爆じゃないやろ。自爆やろ。別にさ、ここマネミンチでもあんのにさ。じゃだからそうやって。自分家にさ、友達呼んでさ、何が悪いの？家賃も払ってないのに。だからそれも払うって言ってるやん。いちいちそんなマウント一回一回取られるんやったらずっと払うって言い続けてんのに、いらんって言うの自分ちゃうの？友達呼ぶのあかんって言ってるんじゃないやん俺。そもそもな、なんで最終日にそんな配慮せえへんことすんのっていうとこスタートやん。言うて、それもともと言ってるやん。山田が今日家おらへんって言ったやん。だから出たやん一回。一回出たとかじゃなくて、今日俺家おらんからってわざわざそんなジャブ打ってきてんねんから、あ、今日家おらへんねん、ほんなら暇やし友達と遊ぼうと思って流れで山田がいいひんから家来たらってなっただけやろ。うん、でもそれに関して何時から何時までおらへんかお前聞いた？俺に一回でも。いや、そんなん聞いたところでさ、そんなん配信やねんからいつになるか分かれへん、それで済むんじゃないの？え、でも事前にやで、何時から何時まで来ますよって言ってたらそれは考えるやん。考えへんや。それを配信中に言うからやん。いやいや、お前が同じことなってるやん。なってません。言ってるやん、俺んちやない、なんで俺が自由に配信できんのって配信外でも言ってくるやん。まあそれはそうや。ほんでさ、別にさ、こっちからしたら静かにしてって言ったらさ、静かにしときゃいい話やねんから。いや、静かにしときゃいい話とは言うけど、それ家来たらトイレも行くやろうしな、その物と一つ立てずになんておられへんねんからさ。そらな。うん、で別に周りに友達と一緒におる、それでいいんじゃないの。じゃあ何してんのにならへん。最終日になんで全然関係ないリスナーさんが家おんのにならんか、世論は。え？みたいな。なるやん、世論は。じゃあ、まなみは、山田の配信やけど、じゃあ、それ、まなみの配信でもあるってこと？イーチェンでもお金もらってるからな、お前が。ちゃう？都合いい時だけさ、リスナーさん言うて、都合悪なったら、なんかその、
リスナーさんじゃないみたいなさ、そういう意味わからんねんけど、こっちからしたら。なんかリスナーさんじゃないって。で、マナミは自分の時間待っても別に言わない。ええよ、別に。え、だからマナミデーがあんねんやろ。じゃなくて、じゃあ本人はさ、山田が配信回してたら、マナミは自分の時間全くないの？え、それをさ、別にイベント最終日の今日に、お前の時間をわざわざ放送やってる俺の家でせんでよくない？それは放送だから家おらへんって言ってたからっていう話してるやん。うん。うん。まあ、でも家外出て俺帰ってきたやん。じゃあその人らおるから俺は家で放送できひんの？じゃあちょっと被ることあったっていいんじゃないの別に。だって山田だってずっと24時までここで配信してるわけじゃないんやろ。それ分からんって、それは分からんとしか言いようないねんって。うん、でこんなことでやで、お前がふてくされてやで、空気悪なってやで、じゃあ俺はどこに怒りをぶつけたらいいん？お前のその軽率な行動でここまでなってしまってんねんで。俺が外で配信する。だから飲んだそうお金で、飯もおやつも買ってるんやから、お金もらってない客にリスナー怒るで。聞くことを覚えると、お金別に山田に飯もおごってもらってないし。今日クレープおごってもらったよね。あれリスナーさんからの課金だよ。パオン！あざっす、ゴシゴシ。リスナーさんがお前にもいいの食わしたってって言って課金してくれたから、お前が俺よりいいクレープ食べれたんやで。駐車場代だってそう、ガソリン代もそう。よかった、もう山田に何も出してもらえへんし、それでいい？じゃ放送は手伝わへんってこと？もうこれから先毎回毎日毎日出てるんじゃないの？お前そんなんで配信者なれんのかよ。配信者ならへんの。そんなんで配信者ならへんとかやめてくれ。お前配信なめてんの？マジで。配信舐めてんのお前なあ。舐めてる。舐めてるやろ。なんでマネミがじゃあずっとさ。ずっとじゃないやん。自分の都合なくさ、毎回毎回出なあかんの。強制なんそれ。別に強制してない時もあるやん。別にお前がどこぞね遊びに行ってる日だって全然あるやん。ほぼないやん。あるやん。お前こないだ、ユア7店とご飯食べに行って、ひなせと焼肉行って、で、昨日だって誰かと焼肉…ユア7店とご飯行って、ひなせちゃんとご飯行ってる時、山田家おらんかったよな。うん。山田家おらん時狙って遊びに行ってんのに。どういうこと？家おらん時狙って遊びに行ってるってどういうこと？家おってもおらんくても、そんな遊びに行くの俺あかんなんて言ったことないやん。パオン！あざすこしこし。言ったことないけど、うん、ないやん。配信してて、な、出ろって言われて遊びに行く約束あったら出にくいから、わざわざオーラの時狙って遊びに行ってん、わかる？そんなことせんでええよ。誰がそんなこと言った？いや、自分だって言うやん、いつも。俺配信してんのに遊びに行くんかとか、配信会でも言うやん。言いません。そんなこと言ったことありません。ありません。あるよな。ありません。あるよな、お前。記憶喪失か？ありません。あるよな。ない。ある。ない。あるから。うん。で、その配慮できんのに、じゃなんで今日家に人呼ぼう思ったん？まあ、その配慮を普段してるって言うけどさ、うん、最終日になんかそのスタンバイもせんとやで、うんうん、何のために人家呼ぼうにと思ったん？ほんじゃだから外出るって言ってたから、外出るんやったら暇やし遊びに行こうと思ったから誘ったの。うん、で外に出るって言ってたから、うん、な理由もあったから、それなら家おいでやっていう話になっただけ。うん、最終日に、うん、家
かも。でも何時から何時までおらんとかなんか聞いた俺に、ちょっとでもおらんって言ってたからおらんもんやと思ってた。うん、でおることになってるやん今。ほんでその後もさっきもリアトツこのまま行くって言ってた。うん、でそんなリアトツなんてすぐ終わるやん、すぐ終わるやん。知らんよそんなこと。そんなもんリアトツ本日は12時間もするん。今から12時間もないやん。あ、10時間もするん。いや知らんよ、いつ終わるんかも知らんし、そんな自分だってわからんのちゃう。うん、長くなることもあれば、この前みたいにさ、八王子のとこ行ってくるって言ってさ、うん、何時間も家帰ってけへんことだってあるんじゃないの。あるよ、でも今おるやん俺は。いやそんなん分かれへんやん。で帰ってきてから考えればいいやん。邪魔やと思ったら邪魔って言われたらこっちだってさ、じゃあもう外出ようってなるやん。配信出ようじゃなくて最終日で外出ようになるん。どういうこと。お前さっきさ一個チャレンジやるって言ってたやん。言ったことも守らんの。そしたらじゃあそんなんもさ、別に12時までじゃあ遊ぶ約束なんかしてないしさ。どっちにしろ電車あんねんから早く帰んねんからさ、別にそっからでもいいやん。24時までずっとしてる必要ないやん。でやる気はないん。もうそしたらやる気はないの。手伝う気はないの。じゃあ24時までこっからずっと手伝わなあかんの。そんなことは言ってない。じゃあ別にその間の何時間遊ぼうが別によくない。じゃあ今手伝ってって言ったら手伝ってくれるん。もうどうせ来へんからなその人。じゃあだからやん、じゃあ今手伝ってって言ったらあとラスト10分やから手伝ってって言ったら手伝うん。じゃあ10分終わってからまた4時間するんちゃう。10分をこれ完走したらお前手伝ってくれるん。いや別にそれ自分のタイミングでいいんちゃう。じゃあその自分のタイミングは次の4時間に来るん。どのタイミングやか分からん。分からん、うん、分かってよ。いや自分で買い物も行きたいし。自分の買い物行ってきたらいいやんさっき。うん、行くよ。でもさっきこの世論をどうにかしてよ。なんだ世論をどうにかする。今度空気悪くなっちゃったからさ。違う、お前が配信中に家友達来るって言い出したからじゃないの。せめて配信外で言えよ。別にさ配信に声乗せんでも伝える方法なんていくらでもあるやん。例えば LINE に文章送って LINE 見てでもよかったやん。配信中に言っちゃうからじゃないん。それをちゃうちゃうか。違うの？まなみ。頑張る、ありがとう。あー、ありがとう。バーン、あざす、座布団一枚ありがとう。いいの人。無理やね。10分じゃ無理やね、もう。あ、キミ君ありがとう。パンをあざす。キミ君ありがとう。あざす、キミ君ありがとう。そう、384、ほんまそう、それ、うん、そうする。チキンラーメン食う。なあ仲良しね。はい、557さん、そうします。あ、ありがとう。ジュゲム、ジュゲム
なんとか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 パオンあざすなんとか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 わかりませんそれなんすかそれ、うんうん、パオンあざすマナミもう頼むわなあ頼むわマジでさ、はあ、もう頼むわもう毎回毎回さもう頼むわ、うんうん、頼むわ、はあうん、頼むわもうあ、匿名さんもパオンアナスありがとうミーの人アナスいいようまい強いミーの人いいよパオンいいで来てるいけるで行こうマナミ大事にしろよはいパオンアナスアナスチーの人あ、ミーの人もありがとうパオンアナス来てるプチューン出るでこれラスト3分2分いけるあ、匿名さんパオンあざすありがとうございます蝶の人中の人もありがとうバオンいいよ人数増えてきたいけるいけるあバオンあざすありがとうプチュン見てるうんいつも見てる蝶の人もありがとうミーの人もありがとうバオンいいようん全部見逃してないいけるあ村屋でもあざす恐縮ですあひとみちゃんありがとうあ村屋でもありがとう恐縮です村屋でも恐縮ですいける流れ来てる。マナミ大好きやで、パオンあざす。ありがとう。ミーの人も頑張ろう。パオンあざす。あ、匿名さん。モーの人もありがとう。パオンあざす。あ、蝶の人ありがとう。パオンあざす。いい、うまい。惜しい。プチューン。あ、群れてもあざす。恐縮です。いい。うん。はい。頑張ります。俺も。あ、群れてもあざす。はい。仲良くします。あ、S の人ありがとうパオンあざすいいよ蝶の人もありがとうパオンいい惜しい惜しいあ、プチューン惜しい M の人パオンあざすあ、出たモーの人もありがとう !5 倍パオン惜しいプチューンあざす !5 倍来たいけるお、ここらで出してみようやカーの人ありがとうパオンあざすお、人数めっちゃ多い蝶の人もありがとうパオンあざす惜しい流れ来た頑張るはい二人とも頑張ります目の人ありがとうパオンあざすあ、蝶の人もありがとうパオン惜しいパオンあざすうまい切れてる角度タイミング次は5分休憩します。あ、無理やでもあざす恐縮です。あ、パオンスロチ君ありがとう蝶の人ありがとう S の人ありがとうあー、まゆちゃん5枚2個パオンゴシ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 うまい切れてるアットマーク秒いけるああ、もういいで、どんどん。はい蝶の人ありがとうパオンうまい綺麗美しい可愛い素敵いや、見逃さへんパオンあざすみんな見てる特命。あ、マリちゃん10個ありがとうパオンゴシ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 あ、カズさんもありがとうパオン来る惜しいマリちゃん10個はでかいゴシ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 うまいいいいいよ。プチュン来るで。ああ、来るで来るで。来る来るで。それでは皆さん、一旦取り四つです。はい。村へとまざす。恐縮です。頑張ります。あ、カズさんありがとう。パオン、あざす。いいよ。来る。パオン。はい。取り四つです。あ、こんにちは。